はい、じゃあそれでは、本日の入門講座、今日が民法の本論編の第1回の講義を進めてまいります。今日から、民法の本論編の講義ということになりますので、全体構造編という形でね、法律の学習の全体像みたいなものをね、1回全体構造編扱いましたが、今日の講義からは民法の本論編ということで、民法から始まって、基本7法ですね、民法、商法、民事訴訟法の民事刑で、それから刑法、刑事訴訟法の刑事刑で、そして憲法行政法の公法系という形で合計7科目について、大体1年間ですね、1年間使って、しっかりと学習していくと、いうことになります。で、今日から民法ということになりますが、今日の初回の講義では、とにかくね、法律の勉強がどういうものかということを、全体構造編で触れたことを、民法に落とし込んでいって、で、これから具体的にどういうふうな形で民法の勉強を進めていくのかというところをね、踏まえつつですね、一番重要なところになる意思表示というところを今日学習していきます。特に最初にテキストについて、確認をしておくと、セブンサミットという、これ辞書的なものですね、辞書的なものというセブンサミットというのがありますが、基本的に講義で使うものについては、講義メモという、レジュメにあたるものですね、講義メモにあたるものをまず、講義メモをまず学習していくということになります。で、一応講義メモに関しては基本的には、合冊の形で、皆さんのお手元には行ってると思うんですけれども、合わせてなんか分冊版というのも行ってると思います。で、これは どうしてこういう合冊分冊両方用意しているかというと、とにかくきれいに使ってなんかどれを書いていいかとか分からなくなっちゃうのであれば、ある程度講義中とかは例えば分冊版合冊版どちらかについて、ある程度もう汚く書いていくという形で、後々になってなんかこれ書き込んでしまうと後でなんかね、なんか整理するのが大変だからちょっと書き込むのちょっと躊躇しちゃうみたいなことがあると、やっぱり学習効率上なんかね、よろしくないので、とにかくもう自由に使えるように、分冊版合冊版両方用意してますので、講義の際にどっちか使って、復習用にどっちかでまとめるとか、もしくは、なんかまとめ用でなんか2回目学習するときに、使ってない方を使うみたいな形で、どちらかで講義を受けちゃうっていう形にしておくといいかと思います。で、基本的には講義では、この講義メモというものに即して進めていきますが、民法についてはやっぱり事例がすごく大切になるので、事例問題集ですね、事例問題解説集というものも合わせて、講義の中で使っていくので、講義においては、この講義メモと、事例問題解説集の2冊というのが、ベースになって進んでいくということになります。で、あと合わせてですね、チェックシート、最重要項目チェックシートというものも、レジュメとして入れてますが、こちらはもう復習用の教材として、ぜひ活用していただきたいもので、例えば講義の中でやったことでもう覚えてなきゃいけないものとか、これについてはスラスラ言えなきゃいけないよっていうものが、一応 Q&A 形式になってますので、こちらは講義の受け方としては、とりあえず予習はいらないっていうことは、全体構造でも触れましたので、基本的には予習なく講義に臨んでいただいて、講義中は、講義メモと事例問題集使いながら、中身をどんどん説明していきます。でそれは納得することを中心にまず納得して、で復習する際には、講義でやったことを例えば講義メモのところは結構書き込んだりとか、ある程度、情報集約していくので、講義メモで書かれている内容みたいなのが、復習の中ですらすら言えるか、もしくは講義で書かれていることがとりあえず理解できているかということをまず最初に押さえてもらうと。で、それで事例問題集も含めてですけれども、講義で使ったレジュメをもう一回見て、そこのところがちゃんと自分の言葉で追体験できるかってことをまず確認して、でただ理解しているだけだったらね、問題解けるようにならないので、やっぱり覚えなきゃいけないことは最低限覚えなきゃいけないと。で、それがチェックシートに書かれているものが覚えなきゃいけないものってことになるので、予習はとにかくなくね、講義でもとにかく最初に完結しちゃうわけだけれども、講義終わった後、次の講義までに、その講義メモ事例問題集で書かれていることをちゃんと納得できているかということを確認して、で覚えているか覚えていなければならないものについてはチェックシートで書かれているものをしっかり暗記しているという状況、それをしっかりルーティンにしていくといいと思います。特に通学で受けられている方や Zoom で受けられている方は週2コマ、週1回ですけどね、当面は週2コマで日曜日に週6時間の講義ということになるので、まず6時間そこのところでしっかり固めて、でそして月曜日から土曜日までの間にしっかり復習をかけていくって、まずそこのルーティーンみたいなものを最初作っておくとすごく学習良くなりますので、入門のカリキュラムとしては途中からですね、年明けてからになりますが、講義の後半終盤にかけては、土曜日日曜日の週3コマということになりますが、当面は週2コマということなので、まずは、その、日曜日しっかり勉強して、でそれで、月曜日から土曜日で復習をかけていくっていうその、ルーティーンしっかり守っていければ、1年間しっかり続けられると思いますので、まずは、その受け方みたいなところはね、その辺のところを、意識してもらえればと思います。で、あとは、講義の中で必ず使うのが六法です。六法については、判例あり六法、判例なし六法って書店で売ってますけれども、判例のない六法ですね、
の方法を持参いただければと思います。特にまあ六法については、まあ法律の論文試験ではね、基本的にはまあ貸与されて使えますから試験中にね、なので実際に条文をその場で引くっていうことができるようにすることが大切になるので、まあ、特にこれとかはね、まあ講義によっては条文引かないでもまあなんとか完結しちゃえるんだけれども、ただまあ条文引くっていうことがやっぱり苦にならないっていうのが一番なんですね。特に民法とかだと、まあ、最初のうち条文引くのはまあ面倒くさかったり、もしくはまあ条文引いたところで読むのがね、なかなか法律用語だからなんか大変だからなんか読むの億劫になっちゃうよっていう人も結構いるんだけど、これが慣れてくるとだんだん条文引かないと気持ち悪いぐらいになります。もう条文に何条にあるよって言われてふーんじゃなくて、もう引かないと本当にそうなんかよみたいになってくるぐらいに、まあ、1年間かけてしっかりやっていくっていうことがね、重要になってきますので、まあ六法もだから講義の中では適宜六法を引いていきますの で一応まあ私の方で、まあ、プレゼンターで六法を映したりとかしながらまあやっていくので、まあ、その時にまあ一緒に六法を引いて、で出てきた六法の条文についてはチェックを入れるとか、まあ、もしくはまあ必要によって書き込んでいくみたいに、まあ、六法も実際テキストの一部として、ね、使い込んでいくということがまあやっていくと、まあ、やっぱり特に民法なんかでは学習有効だと思いますので、まあ、しっかり最初のうちね、最初の数回はなかなか慣れないと思いますけど、慣れてねしまえばあとはそれに従ってどんどん進めていくということになりますので、まあ、最初頑張っていきましょう。でその上で、このセブンサミットってものを使い方だけちょっと説明しておくと、こちらは講義中に積極的に扱うってことはしません。まあ、どうしてかというと、やっぱり量が膨大なんですよ。今セブンサミット1ってやつは持ってきたんですけど、まあ、民法だけであればセブンサミットは3冊あるんですよね。で民法1から民法3という形で、まあ、結構分厚くあります。でこれは何であるのかというと、やっぱり学習するにあたって、まあ、調べ物をしたりとか、まあ、もしくはちょっと忘れているところをもう一回補充的に参照したいっていう時に、やっぱり参照教材っていうのがやっぱり必要なんですよね。なので一応この、セブンサミットっていうものは、もし忘れているところとかをチェックしたりとか、まあ、これから勉強するけど判例っていうのがあるわけです。判例をもうちょっとまあ事案も含めてちょっと見ておきたいなっていう時の調べ物であったりとか、まあ、そういう参照用の教材として使えますので、まあ、講義の中では積極的には、まあ、使いませんが、ただそういう意味では復習の時に、まあ、チェックとして使っていくっていうのはありかなと思います。でただ書いてあること全部覚えましょうとか、そういう使い方をすると、まあ、やっぱりこの試験ではなかなか大変なんですよね。なのであくまでも使い方としては参照用っていう形で留めておいて、で、まあ、必要なものについてはこの中から、まあ、必要なものがもうレジュメという形で、まあ、講義メモ事例問題集チェックシートという形で全部集約されているので、まずそっちを完璧に理解するってことをまず、一番にして、でそこまで完璧に理解できてれば、まあ、予備試験だったりロースクールであったりとか、まあ、あとは、国家の総合職試験でも、まあ、法律の論文が問われる各種試験ではもう十分、合格ラインに達するだけの力がつくように、まあ、情報をまとめているので、まずはこっちを完璧にすると、でそれでまあそこで補うべきものが出てきたときに、まあ、セブンサミットをまあ随時参照していくっていう、まあ、そういう使い方をまずねしていくといいかなと思います。で、まあ、特にですね、今日から民法1回目ということになりますが、まあ、最初はとにかくその民法ってどういうものなのかとか、まあ、もしくはまあ民法の中の重要な概念みたいなのを最初の5回でやっていきますので、まずはそこの辺のところで講義メモを進めてやっていきましょう。じゃあ今日はですね、じゃあ民法の一番最初の講義ということになりますので、中身としては、事例じゃなくてごめんなさい、講義メモの1ページのところで意思表示というところからまあやっていきます。ちょっとまあ意思表示のところちょっと映しますけれども、はい、意思表示というところをやっていきます。でまずそもそも民法って何なのかというところからね、最初にやっていかなきゃいけないんです。で、まあ、全体構造編で触れたところで、まあ、大きく分けて法律というのは公法と私法って分かれているわけですよね。で公法っていうのは、まあ、憲法に見られるように、まあ、公権力と私人との間の、まあ、調整原理と、つまり私人に対して公権力が何かね、私人の人権に対して干渉してくると、まあ、そういう時にやっぱり不当な干渉はやっぱり許されないので、その私人に対する人権制約というものが許されるかどうかみたいに、まあ、ある意味私人が公権力に立ち向かうっていう場面が多いんですよね。公権力が何か、不当な立法を作ってきたとか、まあ、もしくは行政庁が不当な処分をしてきたっていう時に、もう私人がどう立ち向かうかみたいな、まあ、公権力に立ち向かうっていうのは、まあ、一種の、候補のイメージなんだけど、司法っていうのはそうじゃないわけね。司法っていうのは私人と私人との間に紛争があった時に、まあ、どのように紛争を調整するのかと、まあ、いうその調整原理として働くというのがまあ民法になります。でそうするとこの民法っていうのは、まあ、1回目の講義でも触れた通り、全体構造で司法の一般法になります。そうするとまずどういうふうな問題がやっぱり出てくるかっていうと、やっぱり契約トラブルなんですよ。で特に、まあ、例えばね、試験対策でいうと論文問題ってどういうのかっていうと、結局私人と私人との間で何か紛争があるわけですよ。でどんな紛争が考えられるかって言ったら、例えばお金を貸したけど返ってこないとか、
例えばですけれども、売買契約といって、まあ、物を売るかうって言ったのに相手がね、例えば物を引き渡してくれないとか、まあ、もしくは買ったはいいけれども、引き渡された物が欠陥品だったとか、まあ、そういうふうないわゆる契約をめぐるトラブルっていうのがまあベースになると。でもしトラブルがなければね、トラブルがなければ問題にならないわけで、まあ、何らかの形でトラブルっていうのが生じると。でそれがまあその契約っていうものをやっぱりベースとして入るということになります。でそうするとやっぱり最初に契約が成立する段階、本当に契約が成立しているのかどうかっていうところでトラブルが生じることもあるし、もしくは契約を履行する段階、例えば契約が成立したんだけれどもその契約の約束通りのことをやってくれないみたいなね、まあ、契約を実際に実行している段階で、あとは契約が終わった段階もありますよね。契約が終わった、例えばねアパートの貸し借りっていうのは賃貸借契約っていうのがあって、まあ、賃貸借契約を結んで、で無事に賃貸借期間が終わって、賃貸借契約がもう全て終わった後に何か知らないけど、敷金返してくれないとかね、大家さんが敷金返してくれないとか、もしくは逆に出てってくれないみたいに、まあ、契約がまずね生まれて、契約が存続して終了して、でその節々でやっぱトラブルっていうのが出てくる。でそのトラブルっていうのがやっぱりベースになるから、まずは、まあ、民法の1回目の講義ではもう契約とは何ぞやってところをちゃんと理解していかなきゃいけないっていうことになります。でそうすると、まあ契約ってそもそもどうやってできてるかっていうと、まずちょっとここら辺上のところにちょっと書き足しながらちょっといきますけれども、まあちょっとまずは一応今回ちょっと一応すっとやっておくと、まあこれから学ぶ民法っていうものは、まあ司法の一般法と呼ばれてるんですね。で司法の一般法って言われてるわけです。でじゃあこの司法の一般法って言ってるけど、そもそも司法とは何かっていうと、これは公法との比較で言うと私人対私人の紛争だよね。私人対私人で紛争があった場合に、その私人対私人との間で生じた、まあ、紛争の解決指針みたいなものが、まあ、司法にあたるわけです。 ですからこれは CF で書くと公法って言われた場合には、まあ、公権力と私人がぶつかる場面ですよね。まあ、大体は公権力がこういう制約をかけてくると、公権力が私人に対して何らかの制約をかけてくるって場合に、その制約が許容されるのかなんていうのが、まあ、公法だったわけですが、まあ、一応司法というのはそうではなくて、司法というのはこの私人と私人との間で生じた、まあ、紛争の解決事実に関する法律ということになります。で民法というのはその一般法と呼ばれています。でこの一般法というのは何かというと、その一番大元になるルールというイメージで考えていただけると思います。例えばまあ、ちょっとこれから説明するけれども、一般法の反対概念として特別法って概念があるんです。まあ、例として挙げますと、例えばこれから勉強する商法っていうのがあるんですね。で商法っていうのもやっぱり司法なんですよ。商人の取引について規律したものであったりとか、例えば会社法っていう法律があります。で会社法って法律はこれは何かっていうと、もう株式会社をはじめとする会社のルールについて定めたもので、これらも商法とか会社法とかも司法なんですよ。ただそれっていうのは適用されるのはこの会社間であったりとか商人間というごく限られた部分だけなんだよ。で民法っていうのはそういったものを全部カバーしてるっていうイメージ。だから例えばですけれども、商法っていうのは商人間のことが規定されてるんだけれども、商法で書かれてないことは全部民法がカバーしてるっていうふうになってます。で例えばこれっていうのはね、別に司法だけではなくて刑法なんかもそうなんですよ。もともと刑法って法律ありますよね。であれは犯罪が成立するものについて広くも決まってるわけですよ。でただその一方で特別法っていうのがあって、例えば覚醒剤取締法ってあります。あれは覚醒剤取締りに関する特別法として決まってるわけです。で覚醒剤取締法っていう法律が、まあ、あるわけだけれども、あれでカバーできてないものは全部刑法の規定で従うわけなわけですね。なので、まあ、この一般法と特別法っていうのは一応これは CF で書いておくと、特別法というものはそのごく一部にだけ適用されるもの、だから、まあ、例えば商法だったら商人間みたいな話ですね。商法だったら商人間の規律になります。でその特別法で規定されていないものは全部民法がカバーする。だからイメージとしてはこの受け皿みたいなもんなんですよね。
まあ、ちょっと最初はなんか、だからまあイメージとしてはこういうイメージ。一般法っていうなんかものすごい大きなこういうお皿みたいのがあって、一般法っていうなんかものすごい、ごめんなさい、一般法というものすごく広いお皿みたいのがあって、その中にまあ特別法っていう特別な、例えば商法であれば商人だけこう規定されるようなものがあると、まあ、いう感じ。だからこの一般法っていうものがこう広くふわーっとこうあるわけですよ。広く一般法というのがあって、でこの一般法っていうものをまだ今日学んでおければ、これから商法とか特別法を勉強していく中で、まあ、結局ほとんどがそのカバーされてくると、まあ、いうことになります。なのでまずはちょっとあの話として、あのいきなり特別な話になっちゃいますけれども、今から学ぶ民法っていうのは、まあ、司法の一般法ということになります。つまり私人と私人との紛争解決に対する、まあ、一番根底となるルールを学ぶと、まあ、いうことになります。でその中でじゃあこれから勉強するものっていうのは、まあ、様々あるんだけれども、まずは今日知っておかなきゃいけないのが、その契約っていうのが出発点になります。大体は、まあ、例外はありますけど、じゃあ契約ってどうやって成立するかっていうと、契約っていうのは意思と意思の合致なんです。なので例えばまあ A さん、これは例えば売り主とします。もうすぐちょっとレジュメの方戻りますけどね。で B さんが買い主だとします。まあ、これちょっと全体構造編で触れたことをもう一度やる感じになりますけれども、じゃあ契約ってそもそも何かっていうと、意思の合致でできると。これは一般的にはね、申し込みと承諾って言われていて、例えば売り主、まあここはパン屋さんっていう話をしましたけれども、例えばパソコンにしましょう。パソコンショップで A さんがパソコンを持ってます。でこのパソコンを A さんが10万円で誰かに買ってくれと売ってるわけですよ。で10万円で買ってくれって言って、 B さんがよし、じゃあ私10万円で買えますというふうになれば、それは契約として目的物の代金について意思が合致しましたよね。そうすると、まあ、この意思の合致によって契約が成立すると。でこの時にこのお互いの意思のことを意思表示っていうんです。で意思表示の合致することによって、まあ、契約成立するということになるわけね。なので、まあ、今ここにある通り、だから今日最初に勉強するのは意思表示だよって話なんですよ。最初に勉強するのは意思表示だよっていうのはそういうことで、そうすると、まあ、とにかく民法を勉強するときにやっぱり契約ってものが、ね、中心に動いていく以上は、契約がどうやってできるのかということをまずやっぱり理解しなきゃいけない。でじゃあそもそもじゃあ意思の合致っていうふうに言ってるわけだけれども、じゃあ少しちょっと一回こういうメモの方にちょっと戻りますけれども、じゃあ意思の合致によって契約は成立するというわけだけれども、まあ、正確に言うと意思表示というのは一定の法律効果に向けられた意思の外部への表明ということになります。あのこれは何を言ってるんだということですが、例えば私たちの一般的な内弁の意思ってたくさんあるわけですよ。例えば極端になんかお腹空いたとか眠いとかね、まあ、そういった単なるそういう、感情的というかね、そういったものも含めて私たち頭の中にあるわけだけれども、例えば A さんと B さんが眠いです、私も眠いですって言って何かが起こるわけではないでしょう。その眠い同士がね、眠いという意思が合致したところで、何かしらの契約が成立するわけではない。それはなぜかというと、その眠いっていうのは別にそれは意思表示でも何でもないわけ。あの意思表示と言えるためにはこの法律効果に向けられる必要がある。じゃあ法律効果って何のことかっていうことですね。そしたらここでもう一回全体構造の復習。法律効果っていうのは、例えば契約の効力を思い出してほしいんですよ。契約の効力っていうのは2つありました。債権の発生と物件の変動なわけですよね。例えば、債権っていうのは、これもちょっとまとめますけれども、債権っていうのは人から人への請求権でした。例えば売買契約が成立すると、売り主は買い主に対して金払えって言えるわけですよね。で逆に買い主は売り主に対して、何かパソコンを私によこしなさいと、引き渡せっていう請求権、これは契約が成立すると、まあ、このように債権が発生するわけです。売り主は買い主に代金請求、買い主は売り主に引き渡し請求で、しかももう一個、物件の変動原因っていうのは、売買契約が成立すると、まあ、そのまま所有権移転するんですよね。もともと売り主にあった所有権が当然にその意思の合致によって動くと。でこのように法律効果っていうと難しく見えるけど、要は債権の発生とか物件の変動を目指しているものじゃなきゃいけないってことです。それは契約の効果から分かる。だからさっきちょろっとお腹すいたって言ったけど、お腹すいたっていうことによって何か権利が発生するわけでもないし、
それによって何かね所有権が移転することもないけど、例えばパンを売りますならば、これは簡単に言ってしまえばあれでしょ、その相手方に対して代金請求権を欲する効果があるわけでしょ。その代金を欲するっていうことによって向けられてるし、例えば買いますと、そのものを買いますっていうのはその所有権を求めてるわけだよ。その所有権を得たりとか引き渡し請求権の発生っていうのに向けられてるでしょ。だからこの法律効果っていうとすごくね難しいんだけど、もう民法の勉強はとにかくね簡単に理解しちゃうこと、その具体的にどうなんていう、法律効果って何かって言ったら、結局は債権の発生と物件の変動なんですよ。つまり債権の発生ってことは、例えば、人に対して代金を払ってもらいたいといったような、この債権っていうのは、まあ、一応例としてはね、債権っていうのは人から人への請求権で、物件っていうのは、ごめんなさい、物件っていうのは人から物に対する支配権ってことになりますよね。といったように、こういったものに向けられているってことです。その、債権とか物件、まあ、そういったものに向けられているものが意思表示ってことになります。そうすると、まあ、ちょっと民法の一番最初だから、まあ、しっかりやっておくと、まあ、これから勉強するときに、この債権と物件っていうものをしっかり区別することって本当に大切なんですよ。その今なんか問題になっているのは債権の問題なのか、それとも、まあ、物件の問題なのかっていうのは結構大きな意味を持ってきますので、まずは契約ってどういうものかっていうのを見るときに、ちょっとノートの方に戻りますけれども、まあ、例えばこういうふうに意思が合致して契約が成立すると、まずこんなふうでね、売り主は買い主について代金を支払えっていう請求権が出て、で買い主は売り主に対してパソコンなりの目的物を引き渡せっていう請求権をお互い持つ。だから契約が成立すると、必ず債権が、必ずというかね、原則としては債権の発生が認められると。で債権というのは人から人への請求権ということになります。でそれだけじゃないんだよね、この契約が成立することで、まずは A さんが B さんに対して代金を払え、 B さんが A さんに対して目的物を引き渡せっていうふうに、まあ、この債権が発生すると。でちなみにこの全体構造の復習にもなっちゃうんだけど、この時に請求する側が債権者、請求される側を債務者って言います。なのでこの売買契約ではどっちが債権者でどっちが債務者なのかっていうのは債権によって決まるわけな。だから例えばこの A と B との間で売買契約が締結されましたと、で AB 間で売買契約が締結されたら、どっちが債権者なのかっていうと、これはどの権利が問題になっているかで決まります。ですから A さんは代金については請求する側だから債権者です。ですね。A さん、このつまり売り主は代金については請求する側だから債権者だけど、引き渡せっていうことに対しては義務を負ってるから、売り主は債務者になるので、どっちが債権者、どっちが債務者なのかっていうのはこの問題となっている権利によって、変わってきますから、まあ、A さんは代金については債権者だけれども引き渡しについては債務者だって説明される。でこれがまあ債権の発生 であとは物件の変動についてはこれね、もともと所有権持ってるんだよね。もともとはなんかこれパソコンのような、 なんか謎の丸と物体書きましたけど、これ目的物だとしたら、これに対して支配してるわけですよ、 A さんは。でこれはまあ物件というわけですよ。でこれは売買契約が締結されると当然に移転します。例えばこれ引き渡さなくても所有権って動くんですよ。なんとなくなんか物が引き渡されるとなんか所有権を得るっていうイメージだけど、実は民法は全然違くて意思の合致で動きます。だから例えば私がですね、自分の持ってるパソコンを誰かに売りますっていうことで契約を結ぶでしょ。もう契約結んだ時点で私が今持ってるパソコンは人のパソコンになりますっていうことなんですよ。まあ、あくまでもその引き渡して所有権が移るんじゃなくて、所有権っていう権利はもう契約が成立した時点でもう動くから、例えばさっきも言った通り、私が自分の
保有しているパソコンを売買契約が成立すれば、その時点で私は人のものになっちゃうんですよ、そのパソコンはね。でだからこそ引き渡すんですよ。ということで、このように物件についてはこれ変動するんですよね、もう当然に。まあ、こんな形で所有権っていうのはこんな感じですね。でとすると、このもう一つここで民法は物件の変動原因とも言われると。とも呼ばれるわけですね。でまず最初にこのイメージをちょっと持っておくといいかなと。でちょっとまあ六法なんかでもちなみにですけれども、このね所有権っていうのは契約成立すると動くっていうのはね176条とかに書かれてるんですよね。民法の176条で物件の設定移転は当事者の意思表示のみによって効力を生じるって言ってね、176条に書いてあって、あの実は当事者の意思表示のみで物件は動くと、まあ、いうことになります。で、まあ、このようにその、まあ、民法の一番最初にこの物件と債権というものを峻別するということはすごく大切なんだけれども、でそのような、まあ、債権の発生とか物件の変動というのを生じさせるのがもう契約なんですわ。でこの契約っていうのがどうやったら成立するかっていったら、まあ、意思表示によって成立するから、この意思表示っていうものをどう理解するかっていうのはちゃんとね、重要になってくるわけで、今日の講義ではこの意思表示極めましょうっていう話では、ちょっとまあ意思表示極めましょうっていうところで、まあ、ちょっと戻りますけれども、ここからちょっと講義メモとか条文中心に見ていきますけれども、そうするとまあ意思表示の定義っていうのは、このように法律効果に向けられたものということになります。まあ債権を発生させたりとか物件を変動させたりするっていう法律行為に向けられた、そういうもの、だから売ります買いますみたいなものが意思表示になるわけですが、まあ、原則意思表示っていうのは何のトラブルもなければいいんですよ。ただ、まあ、大体なんかこの民法っていうのはなんか紛争が起こった時どうするのっていう法律だから、何らかのまあトラブルとか紛争が想定されていて、最初にちょっと条文見ていくと、民法ではあの93条という条文で、93条からこの意思表示についてのルールがあります。でまずはそのルールを今日はちょっと知っていきましょう。まあ、条文引く練習みたいなところがあります。条文だとね93条っていうのがあります。心理留保っていうのがあると思うんですね。93条意思表示は、表意者がその真意でないことを知った時であってもそのために効力を妨げられないとされていて、まずちょっと最初にまあいきなり条文引いてみたけれども、その93条を見ると表意者がその真意でないことを知ってした時であってもそのために93条ですけれども効力を妨げられない。少し全体構造編でやった条文の読み方もう一回おさらいします。条文は基本的にどうできているかっていうと、要件効果、こうなったらこうなるっていうふうに要件と効果で分解されているので、そこをちょっと分けてみると、そうするとこの93条というのはまず要件はこれですわ。表意者が真意でないことを知ってした時、これはどういうことかっていうと、例えば私がね、例えばパソコンの売り主でもう売るつもりがないと、全くそんなつもりがないのに、例えばこのパソコン100円で売ってやるよっていうことを誰かに言ったってことが想定されるね。で、まあ、特に条文を読む時のコツは、まあ、要はどういう事例っていうことを、まあ、サクッと自分の言葉で説明できればいい。ただ93条の事例っていうのは真意でないことを知ってしたってことは、要するに売るつもりがないのに売りますって言ってるケースですから、例えば私が今パソコン持ってたらこのパソコンを私は100円であげますよ、売ってあげますよなんていうふうに全然そのつもりもないのに言ってる。でこれが93条の要件です。でこの時どうなるかっていうと、効果は、はい、その、効力を妨げられないってことは、それ有効です。ということだったらどういうトラブルが想定されますっていうと、例えば私がね、自分のパソコンね、これね実はねなんか買う時20万ぐらいしたやつなんだよと。でまだね全然使えるんだけどこれ100円で売るよって言って、そんなつもりがないのにそう言って誰かに言いました。そしたら言われた方が、そうなの、じゃあ100円で買うわって言った時に、それが要するに契約成立するかどうかでね、それは私としては冗談冗談って話だよ、もう冗談だからそんなんねっていうことで、これ契約が成立しないよっていうふうになるんだけど、当然買う側はいやいや100円って言ったじゃんって、契約成立してるよねっていうところでぶつかるわけだよ。じゃあその時どっちが正しいというかね、どっちの言い分を通るかって言ったら、それは条文に書いてあるってこと。でそれが93条なのよ。
つまり今回だったら、まあ、私負けですわね。93条の条文を見ると、要は真意ではないことを知ってした、まあ、言ってみれば、ね、売るつもりがないということを、私は分かりながら、売りますというふうに言ってますから、そうするとここにあるように表意者が真意でないことを知って私は意思表示をしました、まあ、売るつもりがないので売りますと言ってますならば、それは有効になっちゃいますから、まあ、相手が買いますってことであれば契約は成立しちゃうっていうことです。で、ちなみにこれなんでそうなのかっていうのは、特に条文って覚えなきゃいけないかというと、基本的には丸暗記とか必要ないです。最初に結構この辺のところは講義の中でも、まあ、特に法律を初めて勉強するとこの六法に書かれていることは最終的に全部一からね、覚えなきゃいけないんですかみたいなね、この何条って番号っているんですかみたいなね、それやっぱり初学者の段階だと必ず出てくる疑問だと思うんだけど、結論からすると覚える必要は全くないです、その意味では。条文の番号とか条文の例えばね文言一語一句覚えるって必要はなくて、まあ、例えば極端な話、私もね、まあ、民法だったら大体覚えてるけどね、例えば六法の内容全部ねなんか調べることなく全部覚えてますかって言ったら、それはなんかこういう条文があるよはほぼ知ってますよ、こういう条文はあったよねだけれども、じゃあ詳しくはどうだったかなって言ったら、じゃあ条文引くねって言って条文引いて確認する、というのがやっぱり中にはあります。なので基本的には学習するにあたっては条文がちゃんと、まあ、引けるってことがまず一番、最終的には。であとはこういう内容の条文がありますよっていうことは、まあ、頭の中に入れていかなきゃいけないけれども、その暗記っていうところはあまり気にしなくても大丈夫です。だ例えばこのね93条だったら、まあ、もちろんねこの心理療法だったらこれがこういうふうにこういう条文がありますよっていうことは、まあ、しっかりと押さえておかなきゃいけないけれども、例えばねこの番号とかを覚えたりとか、まあ、一語一句覚えていくっていう必要は特にないです、でただこれから勉強していくと、もう自動的にそれはね染みついていきます。もうやっぱり何回もよく使う条文っていうのはもう学習していく中でも散々使ってきますから、まあ、いつの間にやらちゃんとなんか覚えてますよっていうイメージになるので、なんか積極的に条文の暗記みたいなことは、まあ、必要ないです。復習するときとかに条文を見てね、あこういう条文あったなって確認することは必要ではありますけれどもね。でそうするとまあじゃあでもこういう条文があるってことはちゃんと知っておかなきゃいけないとして、ポイントはなんでっていうことを常に意識しておくといいです。理由です、条文の趣旨と呼ばれるやつで、じゃあ例えば93条ってなんでこういう条文があるのって言ったら、これは要は自業自得だよって話でしょ。その自分でそんなね売る気もない買う気もないみたいにそんな真意ではないのに言ったら、それはその人の自業自得なんでしょっていうところからやっぱり有効になるということです。でだそう考えてみるとこれっていうのは利益考慮なんですよね。例えばその A さんと B さんとの間で A さんがこの心理留保って言って売る気もないのに売りますって言いました。でその時 B さんとしては、まあ、そのことを信じて買いますって言ったわけですよ。そうすると結局契約を争いたい A さんと、まあ、契約の成立を主張したい B さんとの間でやっぱり対立が起こってるわけでしょ。でこの時にどっちを保護するかっていうことなんですよ。でその時に、まあ、93条っていうのは何かって言ったら、そういうような心理留保をする人にはまあ保護に値しないよね。つまりその異なった意思表示をしている人と、あと取引を信じた人、どっちを保護します？そしたらやっぱり取引の安全の方が重視されるでしょっていうふうな考え方なんですよ。でそうするとやっぱりこれは取引安全っていうものがやっぱり優先されるから、このように表意者が真意でないことを知ってした時でも有効になると。でそうするとね、例えばそれ正し書きっていうのがあってですね、まあ、最初のちょっと条文の読み方ね、ただじゃあ相手方がその意思表示が真意でないことを知ることができた時は無効であると、まあ、ちなみに正し書きって書いてある時は例外が書かれてるんだね、原則は有効なんだけれども、まあ、正しいって書かれてる時はこれこの後例外が書かれてくる。まあ、条文では正しいって書かれているときはこの後はまあ例外が書かれますよね。じゃあどういう場合かっていうと、相手方が真意でないことを知ると、まあ、相手方が表意者の真意でないことを知り、または知ることができたときはその意思表示は無効になります。つまり相手がそのことを分かってるんだったら有効にする必要ないでしょ、まあ、例えば私が売るつもりなので売りますって言って、で相手はああこいつ嘘言ってんなと、こいつそんなつもりねえなって分かってるけど、じゃあ買いますみたいなことをやってれば、それは有効にする必要は全くないじゃない。だって取引の安全っていうのは別に保護する必要ないからね、つまりちょっと、ね、メモに戻りますけれども、この心理療法っていうのは、まあ、要はですね、真意でないことを知りながらする意思表示で、つまり
まあ、具体例で言うとですね、もう A さんが、つまり買うつもりもないのに買いますとか、売るつもりもないのに売りますみたいなことを言う、これを心理留保って呼ぶんですね。ポイントは本当ではないことを知りながらするんです。で、じゃあなんだこの心理留保って言葉はと思われるかもしれないけど、この理ってなんかタヌキみたいな感じ使うんだけど、これね、あの裏表の裏って意味なんですよ。裏表の裏っていうののちょっと古い言葉なんですよ。これ心理留保って呼ぶんだけど、あのでこれ言葉としてどういうふうな意味かっていうと、心の裏に何か持ってるぐらいの意味。この心理留保っていうのは、あのこれ心理って呼ぶんだけど、その心の裏側に何か持ってるっていうのが元々の意味で、そうすると本当じゃないことを知って意思表示をしているようなものを言うんですよ。でこの時心理留保の場合は、あのこういうとね、の意思表示があった場合には、まあ、原則は B さんはこれ、原則は有効なんですよ。でなんで有効なのかっていうと、 A と B どっちを保護すべきかって話なんだよ。で A と B どっちを保護すべきかって言ったら、やっぱりそれは取引の安全という点から B さんを保護すべきだってことになる。ただ、例外が無効になると。原則有効で無効になると。これは93条1項正し書きで、まあ、例外が無効になるよってことになるわけですよね。ですかね。でこのように、まず条文の、まあ、ルールをしっかり押さえながら、進めていくっていうのがすごく大切になります。でそうするとこれがまず最初ですね。原則は有効 で例外は知っていた時や知ることができた時って言ってますよね。でここでまあ法律用語をちょっと確認すると、あの知っていることを、民法では悪意って言います。ですから例えば A さんが心理留保であることを B さんが知っている場合には、B さんは悪意というふうに説明されます。でそうすると、まあ、B さんが悪意だった場合、そしてもう一つこの過失って言葉も今日押さえておいて、知らなかったとしてもその気になれば知れたっていう時には過失って言うんです。でつまり悪意または有過失というのは、例えばこの B さんがこの例外的に無効になる場合っていうのは、心理留保であることについて知っていたまたは知ることができたときに、悪意または有過失って言います。これは有過失って言葉ね、ぜひあの知ることができたときを指します。でその時はまあ B が悪意または有過失だった場合には、この意思表示はございません。悪意または有過失の場合にはこの意思表示は無効になってきます。であとはその理由をちゃんと説明できるようにしとこうね。まず原則有効になるのはやっぱ A を保護に値しないからです。むしろ A と B どっち保護するかって言ったら、やっぱり B を保護すべきだっていうことですね。でそれに対して、相手が悪意有過失だったら B を保護する必要性はないから、だったら原則通り無効にすればいいんじゃないっていう話になるんです。もともとその気がないからね。でちなみにこれね、似たようなのがもう一つあって、94条っていう条文なんです。せっかくだから最初にちょっとルール知っちゃいましょう。もう一個が通謀虚偽表示って呼ばれるもので、これはあの94条にある通り、相手方と通謀してする場合です。これ相手方と通謀してする真意でない意思表示が通謀意思表示。これは何かっていうと、 A さん B さん一緒になって売る気もないのに売りますとか、買う気もないのに買いますってやるケースです。これが通謀虚偽表示ってものになります。つまりこの通謀虚偽表示っていうのは、 A さんと B さんとの間でもう買う気もない売る気もないってお互い示し合わせて行うものが通謀虚偽表示で、この通謀虚偽表示については、まあ、無効になるわけですね。通謀虚偽表示では無効になりますと、まあ、いうことです。少し条文見ていきましょうかね。
条文でも94条で、これも要件しっかり確認しようね。要件結構長いですけど3つありますよね。相手方と通じてした、つまり通報であること、でそれで虚偽であること、意思表示であること、でこのように相手方と通じてした虚偽の意思表示は、まあ、無効になりますよと、まあ、いう条文です。いいかな。ということは具体例で言うと、 A さんは売るつもないのに売るつもりもないのに売りますと、まあ、言っていると。で B さんは、その買うつもりないのに買いますというのをお互い通じてやっていると、まあ、いうケースです。でこれ無効になるのなんでというのを考えてみよう。まあ、これはあの条文がこういうのがあるよってことはね、知ってなきゃいけないから。93条1項正し書きと同じじゃない、実質的には。だって93条1項正し書きっていうのは、一方が心理療法でもう一方が心理療法なの知ってる状態でしょ。その時は無効になるのと同じです。要するにお互い示し合わせたとしても、当然それは効果発生される意味はないでしょ。なので、まあ、A さん B さんでお互いにその虚偽だってことを知りながら通報してるんだったら、その意思表示なんていうのは有効とする意味がないから、これは無効になりますということなんですね。でただこの94条についてはルールがすごく大切なのがあって、原則無効なんだけど、はい、この意思表示の無効は善意の第三者に対抗できないんです。善意の第三者に対抗できない。でこの時に善意って何かっていうのを確認ね、知らないって意味だよね。 でそのことを知らない第三者には、対抗できないっていうことですね。対抗できないってことになります。じゃあここで言う対抗できないっていうのはどういう意味かというと、まあ、これもしっかりと、条文確認していきたいところなんですが、あの言葉として対抗できないっていうのは、あの、まあ、全体構造のちょっと重複になっちゃうんだけどね、もともと何か戦うとか争うみたいなイメージです、対抗って。ですが法律では対抗っていうのはあまりそういう意味で使ってないんですよ。法律の世界では対抗するっていうのは、自分の権利とか自分の法的な立場を相手に主張できないっていう意味です。だから別になんか争ったり戦ったりではなくて、例えば、一つ例として使う言葉として、所有権を対抗できないみたいな言い方をすることがあるんですよ。つまり所有権を対抗できないっていうのは、自分が所有者だってことを相手に言えないっていうぐらいの意味です。でそうするとこれも同じで、この無効を対抗できないってことは、無効主張ができないって意味ですよ。簡単に言うと、無効だって主張をすることができませんよっていうのが、この94条2項の意味になります。じゃあちょっとこれも具体的にちょっとやってみましょう。すると、まあ、この通報虚偽表示についてはまず要件ね、相手方と通じてした虚偽の意思表示、これが要件です。相手方と通じてした、虚偽の意思表示については、原則無効になります。ただ無効になるんだけれども、ただ無効の場合、善意の第三者には対抗できないよと。いいですかね。じゃあ具体的にどういうふうなことは条文として言えるかっていうと、まずせっかくだからこれも具体例で考えましょう。 A さんが B さんとの間で何かね、通報虚偽表示で売買をやったかのように仮装してます。で実際そうすると、で B さんの手元に何かね、売ったものが置いてあると、はい、こういう状況です。でこの時所有権はどこにあるかっていうと、無効だから所有者は A のままです。例えば A のものを、まあ、ここにちょっと見ますけれども、例えば A さんのものを B さんに売ったことにしましょうみたいなねまあ A の物を B に売ったことにしようみたいな形で通報虚偽表示がなされたとしても、これは94条1項で無効だから所有権の変動はないよね。つまり契約が成立すれば A から B に所有権移転するけれども、契約が無効ならば所有権は移らないから A さんの所有権のままです。でただ B さんがここになんかそういう目的物を置いとくと、 C さんがそれ信じて買っちゃうんですよ。つまり虚偽表示であることを知らずに、虚偽表示であることを知らずに、取引に入ってきちゃうんですよ C さん。で入ってきたらどうするかっていうのは、 B がなんか手元にパソコンとかね、何かあったら、あこれは B さんのものだと思って、じゃあ買いますわみたいな感じで C さん買ってくると。で買って、例えばね、まあ、引き渡しを受けたりするとすると、まあ、実際 C さんはじゃあこの時に所有権取得できますかっていうと、原則できないんだよ。どうしてかっていうと、 B さん所有者じゃないから。いいですね。あの結局この無効だから、無効だからA さんが所有者のままなので、 B さんから C さんに売却したとしても、 B さんは権利者じゃないので C は権利取得できないんですよ。
で、ただそうなってしまうと誰も取引に応じないでしょ、こんなんね。だからやっぱり取引の安全の観点から、今回だからどういうふうな利益対立になっているかというと、 A と C が喧嘩している状態なんですよ。例えばこれってシンプルに A さんから B さんで、 B さんから C さんっていう形でこういうふうに売却があったときに、 C さんは私は B から買ったから所有者になったんだって主張するわけでしょ。B さんから買ったから私が所有者だと。でそれに対して A さんは、いやいや、ここ通貌虚偽表示で無効だから所有権は B に移転してないからあなたは権利主張できないよと。つまり、通貌虚偽表示で無効だから所有権は B にないわけだから、だから B からあんたは買えませんよ、残念でしたみたいなことを A は言うわけですよ。つまり要するに C と A っていうのはそれぞれ所有権争う対立になってる。でこの時にどっちに所有権を認めるべきかっていうのが民法94条2項の規律なんですよ。でその時にやっぱりこの94条2項でさっきの条文見るよね、善意の第三者に対抗できないっていうのは、この A は C に対して無効だって主張ができないのよ。要はそのこの94条1項で無効だからあんたは所有者じゃないですよっていう主張を A は C に対してすることができないと。ということは対抗することができない結果どうなるかっていうと、このように C に所有権が移転するわけですね。だからまあ C が所有者になると、まあ、いうことです。で肝はね、このようにどういうふうな場面で問題になるのかっていうのをちょっと意識するといいと。で C はちなみにこれ善意の第三者、ごめんなさい、C はまあ善意の第三者に当たるわけですよね。でこのものに対しては A は C に対して対抗できないんですよ。だから無効だってことを C に言えないから、無効だって言えない結果やっぱり C が所有権を得ることになるわけです。でこのように94条2項っていうものはまあ、この善意の第三者に対抗できないというふうに機能してるんだけど、まあ、そうするとこの条文ちょっとまあ理解すると、実はもうちょっと戻るとね、さっきの93条ってありましたよね。心理留保も実はこれ続きがあるんですよ。 A が B との間の心理留保、もう一回ね、これ今日は1回目だからしっかり知識確認しなきゃね。心理留保があった場合は原則有効ですわね。で相手方が悪意または有価質だった場合には無効になるよね。でじゃあ心理留保っていうのは結局 B さんが悪意有価質だった場合には、まあ、無効になるんだ。ということはもし仮にこの無効の場合には、例えば A さんが B さんにパソコンを売りました。でパソコンを売って、で心理留保で、ね、売るつもりがないのに売りますってやって、で B さんがそのことを分かって、じゃあ買いますわみたいなことをやった場合には売買契約無効だよね。でもそうするともしこれが売買契約無効だとしても、 B さんの手元にパソコンがあると C さんが入ってきちゃう可能性あるよね。でそしたらこれもし仮にこうだった場合どうなるでしょう。まあ、大体この時に、まあ、条文上おそらく94条2項と同じようなものがあるんだろうなっていう、そういう類似が立つよね。で実際あるのよ。93条には2項があるんです。まあ、最初は条文のルールをしろ。93条2項全項を正し書きの規定による意思表示の無効は善意の第三者に対抗することができないと。つまり94条2項と全く同じ規定が存在するんですよ。だからここはまあさっきちょろっと言ったけれども、その心理留保で相手方悪意っていうのと通謀虚偽表示ってもうほぼ同じような状態になってるわけ。その具体的な通謀があったかどうかの違いぐらいだから、具体的な通謀があったかどうかの違いぐらいで、基本的には同じになってるから、例えばここが悪意または有価質だった場合 C が善意の第三者に当たる場合には A は無効の主張はできなくなるんですわ。ということでね、この場合に A は無効主張できなくなるから、したがって所有権は C が得られます。C が所有者になると、まあ、いうことになるので、まあこれは向こうの場合ね、この悪意または有価質の場合の規律だけれども、
やっぱり似てるものっていうのがやっぱりすごい意識できるといいかなと思うんです。でこの時に94条2項の方が圧倒的に出るんだけれども、ちょっと左の方ちょっと一回映りますけれども、つまりこれ悪意または誘拐した場合無効になるっていう、これ93条1項正し書きがあるわけだけれども、でこれがもし仮に無効だった場合には、善意の第三者は対抗できなくなる。これは94条2項と同じってことです。94条2項の第三者と同様に考えていくと、まあ、いうことになります。だから、まあ94条2項と同じように、まあ結論としてはなるよねっていうところはね、ちょっと意識しておくといいかと思います。ではですね、ちょっとここから先はしっかり見ていくと、まずルールを時々まず押さえておくべきことは、この93条と94条のルールをしっかり押さえておくと、まあ、いうことと、あとはせっかくなので94条2項についてしっかりとここは見ていきたいかなと。ちょっと最初にこっちやっちゃいますけれども、まずこの94条2項ってどういうものかというと、この権利外観法理っていうものです。でこれは必ず覚えて今日帰りましょう。もうこれが今日なんか最初に覚えるべきことだから。まずこの94条2項ってどういうふうなものかというと、要は A と C どっちを保護すべきかって話なんですよ。 A と C どっちを保護すべきかって話で、つまり表意者、つまり意思表示をした A を保護するのか、意思表示をした A を保護するのか、それとも取引を信頼した C を保護するのかっていう話で、どっちが保護されるかっていうことは、もうこれ完全にこれ利益考慮なんですよ。で例えば通謀虚偽表示って一般論として A の落ち度めちゃくちゃ高いんですよね。だってさ、虚偽の意思表示をするっていうこと自体が落ち度があると。で実際そのもとに虚偽の外観が生まれたわけだよ。もう B が所有者であるかのような外観が生まれた。で C に落ち度ありますかって言ったら C に落ち度ないんだよ。そしたら A と C どっち保護しますかって言ったら、やっぱりそれは A を犠牲にしてでもやっぱり C を保護すべきだっていう、まあ言ってみれば立候補で言うと、まあすごく不統合ってそんなすぐできるのかって話になるけど、結局こういうことなんですよ。 A を保護すべきだって方が強く現れると。でその時に、まあ、よく言われているのがこの権利外観法理って呼ばれるので、3つの要件、まあ、これこの94条2項っていうのはどういうしてこういうふうな条文があるかっていうと、まず一つは、まあ、これは A の奇跡性、まあ、順番もちょっとチェックシートに合わせましょうかね。虚偽の外観つまり誤認が生じやすいような外観があって、で本人の奇跡性、つまり意思表示をした A の そして C、 これは第三者まあ、この3つを要件にするんですよ。つまり、まあ、虚偽の外観というのは実際にこれは B が所有者であるかのような外観があって、でそして、まあ、実際 A 本人が奇跡性があると。で奇跡性というのはこれ漢字で言うと落ち度のぐらいの意味落ち度ぐらいの意味ですか。でそして第三者は信頼したと、まあ、C は普通に取引入ってきましたよね。であるならばやっぱり A を犠牲にしても C を保護するんだってことです。そうするとやっぱりこのような場合であれば、取引安全の見地から、まあ、A を犠牲にしても C を保護すべきだというのがこの権利外観法理と呼ばれるものです。特にこれはチェックシートとかでも、まあ、覚えてくださいねみたいな形でちょっとまとめてますので、一応このように虚偽の外観、本人の奇跡性、第三の信頼があった場合には、まあ、取引安全の見地から、まあ、A を犠牲にして C を保護すべきだという考え方で、この考え方に基づいて94条2項というのは存在しているわけです。で一応ここから知識面ちょっと確認、善意の第三者の善意っていうのは知らないことね。ちなみに第三者としての地位を取得したときに、虚偽表示の事実を知らないことというふうに説明されます。まあ、ざっくり言えば買ったときですよ。買ったときに、知らないことです。で今回は今のうちはここだけです。この第三者の地位を取得したときに虚偽表示の事実を知らないことを、善意と言います。
で、ちなみに米で書いてあるところは一回飛ばしちゃっていいです。あの、まあ、今日1回目の講義だからね、あれですけれども、あの講義の中では講義メモでなんか触れてないところはまた戻ってきた時にやる内容だったりするので、あのとりあえず飛んでるところはあまり気にしなくていいです。やったところをちょっと見ておいてください。で、第三者っていうのがそれなりに重要。第三者っていうのはこれ覚えちゃった方がいいかもしれない。あの新たな独立した法律上の利害関係人って説明されます。まあ、言ってみればですね、その取引に新たに入った人を保護する必要があるということだよね。まあ、もちろんこれは取引安全のための規定なんだよ。取引安全のための規定だから、その新たに入ってきた人です。そして A さん B さんとは独立した利害関係がいります。で、 A さんと B さんと独立した利害関係が必要で、そしてその利害関係は法律上の利害関係であることが必要とされていて、で、考えたらこれ買った人なんてまさにそうでしょ。 AB 間の通貿協議表示があって、それで C が買い回してきたわけだから、それはもう新たに AB から独立して、で、この目的物の所有権を得たいっていう法律上の利害関係があるから、まあ大体認められるんですよ。で、ただこれちょっと触れておくと、第三者の定義っていうのは当事者は入らないのにね、第三者っていうぐらいだからね、当事者は入らないんだけど、たまにこれ引っ掛けで出るのが、あの例えば、A さん B さんで通貿協議表示やってるんだけど、 B さんが死んじゃいました。で、 B さんが死んじゃって C さんが相続人でしたっていう時に、 C さんは第三者になるでしょうかという問題があるんですよ。で、これはぜひ覚えておいてください。相続っていうのはこれから勉強する言葉の包括承継っつって、 B さんの立場を丸ごと引き継ぐんですよ。だから B さんが死んで C さんが相続した場合、 B さんと C さん同じ人って扱われます。ですから必ず相続人っていうのはその第三者にはならないんです。なので一応だから定義としてもこうやって言ってるのよ、当事者及び包括承継人以外のものであってと、この当事者及び包括承継人以外のものであってってのがついてるのが、この包括承継人っていうのが、まあ、民法だったら相続人です。例えば B さんが死んで C さんが相続した、まあ、例えばですけれども子供がいなくて配偶者だけだったら、夫が亡くなって妻が相続したって時には、その妻は第三者になることはないです。それはもう夫と同じ人です、実質的には。で、包括承継って言葉はね、その丸ごと承継するぐらいの意味で、まあ、当事者と同じなんですよ。ということは、で、詳しくはまたね、あの問題を解いていく中でこれやりますので、あの1回目の講義なんかではとりあえず機械的にね、第三者って何って言われたら、当事者および包括承継人以外のもので、新たな独立した法律上の利害関係人ですってことが言えれば OK っていう感じです。まあ、この当事者及び包括承継人以外のものであって、新たに独立した法律上の利害関係人であれば OK ということです。まあ、一応まあキーワードだけ引いておくと、まあ新たに独立した法律上の利害関係みたいなね、まあこんな感じです。まあ新たに独立した法律上の利害関係があればいいということです。で、ちなみに善意の第三者対抗できないということだから、対抗できないっていうのは、そのここにある通り権利とか法的地位を主張することができないってことだから、結果こうなるわけね。表意者側から、第三者に対し通貿虚偽表示を理由とした無効を主張することができないことになります。すると、まあ、今回表意者というのは A の側ですね。 A の側から C に対して、無効を主張することができないんです。で、その結果 A から C に直接所有権が移転します。直接所有権が移転することになります。で、このように、まあ、94条2項っていうのがあったなというね、まずはこの条文を理解していくってことになりますが、
だからこの全部矢印がなんか A から C ってこのビョーンって飛んでますわね、まあこういう効果が生じるということになります、まあ、こっちもそうね、93条2項もビョーンって飛んでいくということになります。ではですね、これらを使ってちょっと今日は前半でちょっとやっておきたいのが94条2項の類推適用ってやりましたね。これは全体構造編でやった内容になるけれども、もう一回確認します、具体的な事例を見た方が分かりやすいかなと思うんですが、あの94条2項の類推適用はこれ2ページのところで、あのこの木ってところで一応やるんですよ。でただ具体的な事例については事例問題集の方が分かりやすいので、ちょっと事例問題集の方をちょっと見ていただければと思うんですが、ですね、まあ、今日これをしっかり理解したい、はい、4番です、はい、でここまではね、まあ、全体構造の復習でもあるんだけど、民法の本当の最初だから、あのしっかり理解しても、はい、まず A は税金対策で、自己所有の建物を息子の B 名義で保存登記して放置しておきたと。そしたら B が勝手にこれを C に処分しちゃったという事案です。でこの事案はまあ一見するとなんかあの通謀虚偽表示にすごい似てるんだけれども、ただちょっと違うんですよね、どうしてかというと、まあ、ちょっと下の方の図でちょっと見ると、まあ、A が B に対して、まあ、登記をしていた。でそれを勝手に C に売っちゃったよと。このエスティな売却ね、まあ、こういう状態です。 で A が所有者でなんとなく見ると、なんかいつものさっきやった94条2項の虚偽表示にすごい似てるんだけれども、ちょっと違うんだよね。あのこれ原則論で言うと94条の適用はないです。なぜかっていうと勝手にやってますよね。 A は税金対策として、まあ、自己所有の建物を息子の B 名義で保存登記し放置しておいたってことは、これ通報がないんですよ、 AB 間で。ということは AB 間で通報がないということは、94条1項が適用される場面じゃないんですよ。そうすると原則通り C が例えばね、あの登記って言ってね、誰が所有者なのかみたいなのが示されている工事方法登記って言うんだけど、登記を見ると誰が所有者か書いたんですよ。そしたらまあこの勝手にね、A が B に対して勝手に登記名義移しといて、で実際 C は登記を見たら B が所有者って書いてあるから、B が所有者でよし買うぞって言って買いに行くんだけれども、実際には、これはあの所有者はなかったっていう状況です。でこの時 C は94条2項で保護されることはまずないわけ。どうしてかっていうと、あの通報がないんで、そもそも AB 間はこれ通報がないから94条1項の適用がないので、 C は94条2項で保護されることはないんで、仮に登記を信じたとしても所有権は原則得られないはずなんですよ。でただそう考えるとものすごく妥当性欠くよね。だってね、A が勝手にね、所有者である A が勝手に登記を移して、でそれで C がそれを信じて買ったのに、これで所有権得られないってことになれば、この不動産取引なんて誰もやりませんから。こんなね、登記信じて買ったのにね、実は違いましたみたいなことされたらね、誰も不動産取引手出せません。じゃあどうやって考えるかっていうと、94条2項は直接適用できません。ただ趣旨が当てはまるならば、それを類推することはできるよね。これは全体構造編でやった話です、流れね。直接適用はできないとしても、その条文の趣旨が当てはまるならば、その条文の趣旨が当てはまるならば、類推適用して同じ効果を導こうというやつです。すると今回は94条2項の趣旨は何だったかというと、権利外観法理でしょ。だからこれは言えないと論文書けんのよ。どう処理しますかって時に、類推適用するときに、趣旨が何だってことが言えないとまず始まらないので、まず権利外観法理はまずストレートに頭に入れとこう。すると、虚偽の外観、本人の既責性、第三者の信頼を要件に、取引安全の観点から第三者を保護する考え方、つまり今回のように、まあ、94条2項の直接適用ができない事例でも、この趣旨が当てはまるならば、善意の第三者を保護すべきと。ということになります。94条2項の直接適用ができない事例においても、この趣旨が当てはまるのであれば類推適用すべきだと。でちなみに善意の第三者を保護すべきってことは、これはイコールになりますけど、 C に所有権取得を認めるべきってことです。まあ、こんな感じだね。
C に所有権の取得を認めるべきってことになるわけだ。じゃあ今回の事例はっていうと、ちょっと考え方の方を見るとね、要はまあ登記は意思表示ではあまり気にしなくてもいいかな。あの一応一番大きいのはやっぱりあの通報がないっていう点です。まず入門段階ならまず通報がないところだけ重視してもらえばいいです。本事例ではまずそこのその通報がないから、その、まあ、一応まあこの登記がそもそも意思表示そのものではないっていうね、ところあるんですけれども、まずはまあ入門段階ではその通報ないってところを押さえておくといいです。で通報がないってことはまず94条2項の直接適用はできない。だけど類推の基礎があるのよ。まず虚偽の外観見てごらん。これ明らかに B 名義の登記っていうのは B が所有者であるかのような外観がまず出てるよね。そして A は勝手に登記名義作ってるから本人の奇跡性あるよね。そして C は登記名義を信じて入ってきたよね。ということであれば直接適用はできないけど、この丸1、丸2、丸3っていうこの権利外観法理が全部当てはまってるのよ。ということはやっぱり類推の基礎があるわけですよ。そうすると類推の基礎があるから、94条2項の類推適用で同じ効果を導くという、そういうことです。そうするとこの類推適用っていうものは慣れるまではちょっと複雑なんだけど、処理パターンはほぼほぼ決まってきます。つまりまず必ず言うことは直接適用できないことで、直接適用できないことと、でそしたらじゃあその趣旨から類推の基礎があるかどうかで、類推の基礎があるならば同じ効果にするっていう、この流れをただ言うだけ。だから実はそんな難しいと思いきやね、まあ順番としては結局直接適用はできないと。でもうこのしかしにあるけれども、趣旨が妥当すると、ということは類推適用に同様の結論をするという、まあ、こういう枠組みを示していくってことになりますかね。まず直接適用、一回ちょっと消しますが、まあ、こうですね、直接適用がまずできないということをまず示して、でただ類推、まあ、趣旨をちゃんと示してね、権利外観法理があるから権利外観法理が当てはまるってことをちゃんと出して、でそしてその結果類推適用で同じ結論を導くから、結局ここで言うと C が確定的に所有権を得るという結論を持っていけばいいと。だからこの例で言うとこんな感じです。これカッコ1カッコ1カッコ2カッコ3に、まあ、それぞれ対応するような感じで、まあ、類推適用というのは導けると。で今日はこの類推適用というのを少し最初前半の触りでちょっと見ていきたいんですが、いろんな場合が考えられます。要は94条2項の適用ができない、つまり通報がない場合でも、このように本人に奇跡性がある場合には結構この94条2項の類推ってやるんです。で今日ちょっと事例をちょっとせっかくだから見ていきたいんですが、これ実は4番の他に5番6番7番っていうふうにちょっと4問ちょっと一緒に見たいんですよね。じゃあちょっとどういうふうに考えていくかというと、5番はこういう場合なんですよ。 B は A に内緒で、まあもうこの時点でだから直的できない、直接適用できなそうだよね。B が A に内緒で A 所有の土地名義を A から B に変更した。つまり今度は B が勝手にやっちゃってるんだよ。で A は土地の名義が B の名義に変更された事実に気づいていたものの、登記名義を自己名義に回復することなく長期間放置していたところ、 B はこれを C に売っちゃった、まあ、今回この事案っていうのはあからさまに悪いのは B なんですよ。さっきの事案とは逆だよね。 A が勝手に B に移してたっていう事案であるのとは違って、B が今度は勝手にやってると。ただ B が勝手にやってるんだけど、当の本人どうしてる？当の本人は B に移ってることに気づいてたけれども放置してたんですよね。
ということはこれってさ、もともとは B が勝手にやったことであって、まあ、言ってみれば A の落ち度はない、もともとはね、けれども分かっておいてそのまま放置するってなると、これは A の奇跡性基礎付けます。やっぱりこのように放置されたにもほっといたってことであれば、これはやっぱり A の奇跡性ってやっぱりあるんだよね。奇跡性は十分にあるという問題です。ちなみに覚える必要はないんだけれども、この事例かな、この94条2項の類推適用の問題だったんですが、ですね、もう何年間もほったらかしていたんですね、もう 3年とかもそんな感じで、まあ実際に勝手にこの場合だったらなんか、ね、B が A に内緒で勝手に土地を B に移してたんだけれども、そのことを知りながら数年間放置してたって事案なんですよ。で一般的にこれね、あの登記を人の名義に登記するのってすごい危険なんですよ。こういうことになるからいいですよね。あの登記名義っていうのはやっぱり誰が所有者なのかっていうのを公示する手段で、やっぱりその外部に表示されてそれで取引っていうのは進んでいくから、基本的に自分の土地が人の登記に名義になってるんだったらすぐ消せってことになるんですよ。でそれを放置してるってこと自体が、まあ、やっぱり A の奇跡性とかな、その虚偽の外観作っちゃったのと同じなんですよ。もともと虚偽の外観作成したのは、さっきの4番の問題だったら、まあ、A さんがダイレクトに虚偽の外観作ってるから A は悪いってことなんだけど、まあ、この5番みたいに B が虚偽の外観作ったとしても、 A がそれをまあ言ってみればそのほったらかしにしてるんだったら、もう A にもやっぱりその落ち度があるってことになりそうだよね。でちなみにね、次の事例もちょっと見ながら最後まとめていきますけど、でもう一つはちょっと変わったもので、 A が自己所有の建物を B 名義の仮登記にしておいた。ちなみに仮登記っていうのは、あの登記をする本登記の前の状態を仮登記って言います。でこれ A はなんか仮登記をなんか B 名義にしといたんだけど、 B が勝手に本登記に変えて売っちゃったっていうケース、これがまあ3つ目の事例なんです。 B がこれを起きたとして、勝手に、この建物の仮登記を本登記に変えて C に売却しちゃった。つまりあのこれちょっと触れておくと、仮登記ってしておくと結構簡単に本登記に移せちゃうんですよ。これはまあ詳しくは登記の話っていうのはね、あの司法試験ではあまり関係ないので、あの一応軽く頭の中に入れておくと、とりあえず仮登記っていう手続きだけしておくと、その後まあ本登記っていうのはしやすいんです。すごく簡単にできちゃう。で今回 A がそれをやっちゃってるんだよ。 A がこのようにあの B 名義の仮登記を作っちゃったんですよ。で仮登記を作っちゃったところ、 B がそれを本登記に勝手に変えて売っ払っちゃったっていうことであれば、結局は仮登記を作ったことに奇跡性はあるよね。仮登記を作ったこと、つまり A が自己名義の、自己の建物に B 名義の仮登記にしたことにやっぱり奇跡性はある。けれどもこれね、あのちょっと触れておくと、4番5番と比べると奇跡性がちょっと下がってるのがちょっと気をつけてほしいんですよ。まあ、これ今日の後半の講義でやるんだけど、5番6番はあごめんなさい4番5番のその ① ② の問題っていうのは、あの A さんの落ち度っていうのはかなり大きいんですよ。だってもう勝手に所有権を移転してそのまま放置してるでしょ。4番はで5番ももともとはきっかけは B によるものだけれども、 A がそれをある意味追認してるんだよね。その所有権登記が移ってることを追認してるっていうところもあるから、やっぱり自分の思った通りの虚偽の外観作ってるのよ。自分の思った通りの虚偽の外観作ってるから、4番5番はやっぱり落ち度大きいの。ただ6番はある意味ちょっと被害者みたいなところなんだよ。仮登記にするところまでは悪いよ。だけどその後は本登記にされて売っ払っちゃったっていう、本登記にするところまでは A はやっぱり予期してないよね。勝手に売られちゃった、勝手にやられちゃってるんですよ。でさらにもう一つ事例ちょっと見ると、7番、これちなみにね、予備試験とかだとね、これに類似するような問題が実は出ていてあのこれどんな事案だったかというと、あの A さんが、まあ、B に言われるがまま、でこのね A ってのが高齢者の方だったんですよ、判例の事案でも。で高齢者の人とか で B がですね、その高齢者の人のところ出入りしていて、もともとなんか悪いことを企んでて、まあそのまあ、おじいちゃんに取り入るわけですよ。で例えば登記済証とか印鑑証明書みたいなのっていうのは、あのこれって人に預けると非常にまずいもんです。あの簡単に登記移せます。例えば A 所有の土地の登記済証とか、印鑑登録証明書、まあ、そういったものを、まあ、B はだから一人で暮らしてると危ないから私が預かってあげるよみたいな形ですかね。
その A さんがもともと持っている土地の登記済証とか印鑑登録証明書とかそういったもう登記に必要な重要書類について、まあ、B が A に対してだから、まあ、一人で暮らしていると危ないから私が預かっててあげるよみたいな感じでそれでまあ実際渡してもらってでそれで、まあ、A としてみれば、ね、B に預けたつもりだったんだけど、まあ、元 B 悪巧みしてますからもともとこれ預かったら勝手に登記移しちゃおうってつもりでやってたんですよ。でまさにこの事案でもB がこれらの必要書類を悪用して勝手に当該土地を自己名義に所有権移転登記をした上で B に売っちゃったっていうね、ある種 A もこれ被害者みたいな事案ですよね。でただじゃあこの C がじゃあねあの権利得られるかっていう話ですけれども基本的にやっぱりこれも奇跡性はあるものとされてるんですよ。まあ、確かに A は落ち度あるよ A は落ち度あるよあのどうしてかって言ったらそんなものを渡すなよって話なんですよ。その、まあ、言ってみればね B がどれだけ信用できる人かは分からないけれど もう赤の他人というかねその、まあ、要するに自分が要するに登記を移すっていうことをねもうそもそも認識してない状況でそんな自分の土地の登記済証とか印鑑登録証みたいなこういう重要書類をそういう信用できない人に渡したってことにも落ち度があるんですよ。もちろんどっちが誰が悪いかって言ったらもうあからさまに B が悪いけど B も悪いけどやっぱり A の落ち度も否定できない。そうするとこの事案ではやっぱり結論から言うと権利あのごめんなさい94条2項の、まあ、類推適用論によって C が保護されます。なぜかというと A の奇跡性これ A の奇跡性は信用できないやつに重要書類渡したって奇跡性で虚偽の外観それを悪用して B は自分名義の登記にしてますから虚偽の外観で C はそれに対して信頼して入ってきたってことになりますから一応権利外観法理のその趣旨は当てはまってるんですよ。 で6番も同じですよね。仮登記にしたという虚偽の外観あ奇跡性ごめんなさい仮登記にしてたっていう奇跡性があるよね。つまり A さんは勝手に仮登記にしてたって奇跡性があるで虚偽の外観は B さんがその後本登記に変えちゃってますからこの本登記に変えちゃって B が本登記を持ってるかのような虚偽の外観で C はそこに入ってきたっていうことになるとやっぱり A の落ち度っていうのはこの仮登記にしていたところについては落ち度がある。ただこれは学習するときにあの整理してほしいのがただ6番と7番はどちらも奇跡性は少ないものとされる。でどうしてかっていうとこの事案を見てもやっぱり悪いのは B なんだよ。どっちかっていうと仮登記にしてたところを勝手に本登記にされちゃって売っ払っちゃったって話だから、まあ、究極的には本登記に変えた、まあ、B が悪いんですよまあちょっとこの図で言うとこんな感じ。A が B 名義の仮登記にしておいたと、まあ、A はここに奇跡性があると、A が B 名義の仮登記にしてたっていう奇跡性がある。でこれを B が勝手に本登記に変更して、その上で B が C に売却をしたと。ということはまあここでこの B が勝手に本登記に変更した、まあ、これによって、外観ができた。で、ちょっとこれでちょっと休憩をしようと思ってるんですが、これっていうのは一般的に、意思外形非対応型って言われてます。どういうことかというと、これはもう初めて聞く言葉だから、そんなにこれから理解すれば十分だからね。意思外形非対応って何かというと A の意思と作られた外形違うのよ。つまり A の意思は B 名義の仮登記ですよね。ただし実際の外観つまり実際に A が作ろうとしていた作出して意思と作られた実際の外観が違うんですよ。つまりこの意思と外形が一致してないと。でこういう場合は要は全部自分で虚偽の外観作った場合と比べるとやっぱり奇跡性は下がるって考えられてるんですよ。この場合ね
医師外形対応型と比べると A の奇跡性は小さいと考えられています。まあちょっと慣れるまでは大変ですけれども、まあ、A がやったことは仮登記にするところまでですからね。で A は仮登記までやってるっていうことには奇跡性はあるけれども、ただ、実際にその後本登記までされちゃったっていうところについては A は認めてないというか承認してないわけですよね。だからまあそうすると自分が全部外観作ったって場合、自分が全部外観作ったって場合よりは奇跡性は小さいっていうことです。でちなみにこのね7番も同じ、これも結局医師外形対応、医師外形で説明つくのよ。 A の医師はそもそも何もないんですよ。だってなんか虚偽の外観作る医師なんかないでしょ。つまり A の医師っていうのはそもそもないんですよ。虚偽の外観作るっていうことがまず認識しないから。まあ、A としては、まあ、この、まあ、おじいちゃん事例って感じですけれども、まあ、A の、医師としては別に虚偽の外観を作ろうという認識は、全くないわけです。でそれにもかかわらず、じゃあ作出された外観はって言ったら、B 名義の登記ができちゃったと、まあ、いうことになりますから、やっぱり医師外形非対応型なんですよ。これはイコールじゃないってことね。医師外形が対応してないってことになるんですよ。ってなると結局はやっぱ A の奇跡性は少ないんですよね。なので、少しこの4つの事例をちょっと整理したところまででちょっと休憩挟みますけれども、どういう違いが生じるかっていうのは実はあるんですよ。ただ一応類型として今4つの類型をちょっと示しました。今4つの類型をちょっと示しましたけれども、少なくともちょっと整理しておくとね、この4番と5番は医師外形対応型です。4番5番は要は A っていうのはもう A は B 名義の登記を作ることを分かってやってますよね、こっちはね。つまり B 名義にすること、それから5番もそうね、最初に勝手に B が登記してるけどその後登記名義を自己名義に回復することで長期間放置したってことは、結局は虚偽の外観の対応する意思はあるんだよね。なのでこの4番5番については、まあ、医師外形が対応しているので、その奇跡性は一般的に高いとされています。でそれに対して6番7番は全部やってるわけじゃないの、 A は、まあ、例えば6番は途中までやっていてそこから先他の人が勝手にやっちゃったとかね。で7番はそもそも、まあ、むしろ被害者みたいなね、まあ、そういう状況になっている場合にはじゃあ一回戻りますけれども、A の、ね、奇跡性って少ないわけで、この時どういうふうに考えているかというと、基本的には第三者が保護されるためには、まあ、善意の第三者っていうのが必要なわけですよね。善意の第三者には対抗できないってことですから、第三者は善意なんだけど、少しここはちょっと簡単に説明して休憩しますが、そのもしね本人の奇跡性が小さいケースっていうのはやっぱり本人の保護っていうのも必要になるわけですよ。例えば奇跡性が大きいんだったらもう相手方っていうのはできるだけ保護しようって形になるわけですよ。で相手方が保護しようということになるんだけれども、 A の奇跡性が小さいっていうことであれば、やっぱり C を保護するためにはやっぱり C もそれなりのやっぱり、注意を払ってなきゃいけないと、まあ、いうことになるので、ちょっとこれからやるんですが、善意無過失っていう概念が出てくるんです。で無過失っていうのは何かっていうと、知らなかっただけではなくて知らなかったことに落ち度がなかったっていうことまで必要とするのが善意無過失っていう要件なんです。で判例はまずね、94条2項は原則として善意だけでいいんです。別にその落ち度がなかったってことはいらずに善意ならば保護されます。でこれは何でかっていうと、
94条2項っていうのはもともとの条文が通謀虚偽表示でしょ。もうすごい悪質なんですよ、ある意味。通謀虚偽表示みたいな A が悪質で奇跡性が大きいから C はもう善意だけで保護してあげますと。つまり奇跡性の有無は関係なく、もう悪質な通謀虚偽表示を行っているならば、それは C は善意で OK だよということです。ただそれはなんで善意足りるかっていうと奇跡性が大きいからです。でだから先ほどやった意思外形対応型っていうのは善意のみでいいんですよ。要するに同じぐらい奇跡性大きいから。だけど先ほどの仮登記まではやってるんだけど勝手に本登記されちゃったとか、なんか物を預けてたら勝手に売られちゃったみたいに A の落ち度が大きくないもの、つまり94条2項が想定しているよりも奇跡性が大きくないものについては、やっぱり A はそこまで奇跡性が大きくないんだから C を保護するためには善意のみではやっぱり足りないと。善意無過失までなければやっぱり保護できないよっていうのが判例の考え方で、次ここ休憩後にちょっとまとめていきますけれども、まあ、イメージではバランスなんですよ。つまり A の奇跡性が大きければ A の奇跡性が大きければ C はもう簡単に保護しちゃえばいいと。だけれども A の奇跡性が小さいならば A も保護する必要性があるわけだから、 A を犠牲にして C を保護するためには C は善意だけではなくて過失がなかったっていうところまで要求するというのがポイント でこれはでも判例の考え方はやっぱりどこで善意が引かれるかっていうと意思外形対応か否か、つまり A が自分の意思でその外形を全部作っているというふうに評価される場合には A の奇跡性は通謀虚偽表示と同じぐらい重いから、だからもう C は善意でもう保護されるけれども、そこに至ってないと、つまり作出された外観と作ったその作出された外観と A の意思が対応してない、まあ、ある意味 A も被害者っていう場合であれば、やっぱり A を保護する必要性もある以上は C を保護する要件が厳しくなっている。でそれが無過失まで必要っていうことになりますので、まあ、そこら辺のところをちょっと整理して、ちょっと前半のところでここまで事例の確認をして、で後半はその整理するところから入っていくことにいたします。はい、じゃあそれでは一旦ここで休憩いたします。それではですね、ここからは後半の内容ということになりますが、先ほど触れた94条2項の類推適用について、まあ、少しあの条文とかもね、確認しながら、まあ、あの判例も含めてここも見ていくことにいたします。まずはですね、あの事例問題集でいうと4ページのところで、まず判例の考えている考え方みたいなのをちょっとね、整理しておくと、この4番5番のようないわゆる意思外形対応型というものについては、判例は、まあ、これは普通に相手方が善意であればいいと、つまり C が善意であれば保護されるってしてます。で現にですね、これ5番の事例でもやっぱりこれ意思外形対応型の例なんだけれども、その、まあ、ここですね、判例もざーっと書いてあるわけですけれども、まあ、ここかな、不実の所有権移転登記の経由が所有者の不知の間に、他人の先断によってされた場合でも所有者が不実登記をされていることを知りながら、これを存続すべきであるということを明示または目次に承認していたときは94条2項を類推適用するんだと、まあ、言ってみればこれはね、あの明示または目次に承認しているというのが肝です。つまり勝手にされているということをまず知ったわけですよ。勝手に登記が移っているということを知って、その後しばらくね、あの長期間にわたって放置している事案だったんです。ということはこのように存続し進めることを明示または目次に承認しているときには、94条2項を類推適用すると、そうすると所有者は前期の場合と同じくその後当該不動産について法律上利害関係を有するに至った善意の第三に対して所有権を取得していないことをもって対抗することを得ないんだと。いいかな。まあ、一応理由としてはね、この後に理由として不実登記が真実の所有者の承認のもとに存続せしらめられているわけだから、これはやっぱりその第三者の保護に差異を設ける必要はないんだということで、94条2項の類推適用で、ちなみにこの米にも書いたけれども、その目次の承認でも94条2項の類推適用は肯定しうるわけですね。このようにまあ明示的にいいよって言った場合ももちろんそうなんだけど、まあ、この5番の事例みたいに気づいていることから長期的に放置しているって場合もこれはやっぱり目次の承認と放置できるんですね。まあ、目次の承諾と評価できるんですよ。まあ、目次の承諾と評価することができるんです。でそれに対して次に、ちょっと触れておくと、あのもう一つがですね、意思外形非対応型の判例見てみようか。
でこの時は医師外形非対応型についてはやっぱりね善意無過失まで要求するっていうことです。まあ、どうしてかっていうと、まあ、ちょっと下にちょっと書くとやっぱり、ね、こういうイメージなんですよ。まあ、医師外形対応型ってのはさっきの、ごめんなさい、この事例で言うと4番5番に当たるもんね。医師外形対応型っていうのは、まあ、4番とか5番に当たるもので、で医師外形非対応型っていうのは、6番7番に当たるもので、この医師外形対応型と医師外形非対応型ってあるんだけれども、これについては一般的にこれ ABC で使っちゃうけど、本人の奇跡性が医師外形対応型は小さいんだけど非対応型はでかいんですよ。 A の奇跡性が、でじゃあ A の奇跡性が小さいってことは A 保護の必要性もやっぱりあるんですよ。まあ、こんな感じ。つまり A の奇跡性がやっぱり小さいってことは A も保護しなきゃいけなくなる。で A を保護しなきゃいけないってことは C 保護の主観要件、まあ、A を保護するための、まあ、主観的要件っていうのはこの善意無過失までいるかって話で、でやっぱり A を保護する必要性が大きい場合にはやっぱりC は善意だけではな、あれ待って。ごめんなさい、これ逆だ。直して。ごめんなさい。返して。医師外形対応、もうごめんなさい。医師外形対応型は本人の奇跡性が大きいんです。すいません。これ完全に書き間違いです。大きくて医師外形非対応型は小さい。で、そうすると A の奇跡性が大きいから A の保護は必要がなくて、で、医師外形非対応の場合には A の奇跡性が小さいから A を保護する必要性があるです。すいません。こうですね。で、そうすると、A の保護を必要する、A を保護する必要性がないから、医師外形対応型の場合には、C は善意のみで OK なんです。善意のみで OK なんです。ただ、医師外形非対応型の場合には、A の奇跡性は相対的に小さい。だから、A を保護する必要性もある。だから A を保護するためには善意、あ、C を保護するためにはこれ C 保護ね、善意だけでは足りないんだと。まあ、こういうふうな違いが生じるということです。で少し慣れるまではあれなんだけど、バランス感覚ですよね。その要は A の奇跡性が大きいものについては、もう A を保護する必要はないから C をあっさり保護しちゃえばいいんですよ。だから94条2項で、やるように善意のみで保護しちゃえばいいんです。でその一方で、A の奇跡性が小さいような場合っていうのが類型的に医師外形非対応の場合には A も保護しなきゃいけないから、 A も保護しなきゃいけない必要性がある以上は C を要するに、認めるためにはC に善意まで無過失まで必要と、善意だけではなくて無過失までいるっていうのが判例の立場なので、もし仮に論文とかで出てきたらとりあえず94条2項っぽいのを使いたいなっていうケースはあるわけですよ。その時は A の落ち度をまず見る。でこの時に A が思った通りの悪いことをしているのか、要するに A の思ってる以上のことをなんかね勝手にされちゃってるのかっていうところですよね。で A が思ってる以上のことを勝手に例えば B がやっちゃってるみたいな場合だったら A の落ち度小さいから、そうすると A の落ち度が小さい場合には C を保護するための要件を加重すればいいと。だから善意プラス無過失までいるっていう発想を流し込んじゃえばいいと。でこの時にじゃあ善意無過失までいるっていうのは判例もやっぱり言ってるんですよね。で今回の、まあ、医師外形非対応型の事例でいうとこの6番の事例とかでもやっぱりここだよね、本人の奇跡自由が医師外形対応型と比べて小さいから本人保護の観点から第三者の主観的要件を加重する必要があると、だからこのように善意無過失まで要求すると、善意無過失まで要求すると。
で実際判例もですね、この昭和43年この本登記に勝手にやられちゃった事例とかでも善意無過失の第三者を保護すべきっていうふうに言ってるんですよ。だから、まあ、無過失っていうのはね、落ち度がないっていうことまで必要になる、まあ、善意っていうのは落ち度があるかないかっていうのは関係ないと。でちなみに次のページもちょっといくとね、このなんか勝手にやられちゃった事例でも結局はこれに奇跡性はあるのよ。言われるがままに勝手に登記書を渡すみたいな、そういうことはしてるんだよね。で言われるがままに勝手に登記済み書を渡すなどの奇跡性はあって、で一応虚偽の外観は一応勝手に B が勝手に移しちゃったっていう虚偽の外観はあると。外観はあるけれども、まあ、医師外形は対応してない。でこの時にはやっぱり先ほど触れた通り善意無過失まで判例は要求していると、判例を要求している。でここでまあ実際判例はね、これ見ると、はい、B が本件登記手続きをすることができたのはやっぱりここが重要だよね。 A のあまりにも不注意な行為によるものであると、A のあまりにも不注意な行為によるものであって、まあ、見るとですね、自ら外観の作出に積極的に関与した場合や放置したものと同じような重さだとしてるんですよ。まあ、やっぱりこの不注意にこういう登記済書を渡すっていうことにはやっぱり A の奇跡性はあって、でそして判例はどう言ってるかっていうと、そして、まあ、同じぐらい重いとは言ってるけど所有者であることの外観を信じ、この C ね、過失がなかったっていうことを認定してるんですよ。外観を信じ、そのように信じることに過失はなかったっていうふうに言ってるから、やっぱり善意無過失は要求してるんだよね、判例は。つまり A は B が本件不動産の所有権を主張して取得していないことを善意無過失の C に対しては主張できないってしてるんですよ。でこのように94条2項の類推適用を考えるにあたっては、まずはね、基本形をしっかり押さえてほしいんだけれども、医師外形対応型の場合には、C は善意で OK で、ただ医師外形非対応型の場合には C は善意無過失まで。じゃあこの善意無過失までいるっていうのをこれどういう法的根拠でやるかっていうと、これは次回以降の講義でやる話になるんですが、一応善意のみで OK なのは94条2項の類推適用。でやるわけですが、善意無過失までいる場合っていうのは、まあ、これから条文やりますけど94条2項と110条を類推適用するとされている。110条って何じゃって話をこれからやりますからね。一応最初にちょっと結論で書いちゃうと、医師外形非対応型の場合には、類推適用にされてます、まあ、じゃあ110条ってどんなもんか見てみましょうか、少し条文引ける方は、条文で110条ちょっと引いてもらえるとスッと、110条という条文ではこういう条文があると思うんですよ。権限外の行為の表権代理という条文 で詳しくは民法の、これ第2回第3回ぐらいでやる話なんだけど、これどういう条文かっていうと、代理人が勝手なことをやっちゃった場合の条文なんです、例えば例として紹介すると、例えばある人が土地の賃貸借の代理をお願いしたと、例えば A さんが B さんに対して土地の賃貸借をお願いしたところ、 B さんは本来代理権というのは賃貸借の代理だから、その賃貸借契約しか結べないはずなんですよ。例えば A さんが私の建物を誰か借りる人が探してるから、借り主を探してね、賃貸をちょっと代わりにやってくれないかっつって A さんが B さんに賃貸借をお願いして代理権を与えた。そしたら B さんが賃貸借の代理しかないのに勝手に売っ払っちゃったっていうような事案のこれ想定してるんですよ。でこの時は前条1項本部の規定は1回置いておきますが、代理人がその権限外の行為をした場合、まあ、権限外の行為というのはさっき言ったように、賃貸借の代理権を与えていたら勝手に売却されちゃったという場合でも、相手が信じてるケースがあるわけですよ。第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるとき、この正当な理由っていうのは要するに善意無過失を指すとされてるんです。これは詳しくはまた次回以降やります。つまりこれどういう事例が想定されているかっていうと、 A さんが B さんに賃貸借の代理権を渡して、 B さんが代理権の範囲の外のこと、売却をしちゃったと。で売却をしちゃったんだけど、その取引の相手方がこの人は代理人だと、売却の代理権があると善意無過失で信じた場合には、これは有効な代理行為とするという条文なんです。
でこれも実は権利外観法理なんですよ。要は A が賃貸借の権限を B に与えて、で B が勝手に売却したところ C はそれを信じてたと、正当な代理行為だと信じてた場合にはやっぱり A の奇跡性あるのよ。どんな奇跡性か、そんなやつを代理人にしたっていう奇跡性なんですよ。要するにそんな権限の逸脱っていうんだけど、例えばね、賃貸借の代理権を与えて勝手に売却しちゃうみたいな、そんな不誠実なやつを代理人にする、そういうリスクのあるやつを代理人にしてると落ち度があるわけ。で実際虚偽の外観っていうのはその代理人は売買の代理人であるかのように振る舞ったんでしょう。おそらく売買の代理権があるかのように振る舞ってるから虚偽の外観があって、で相手はそれを信じたわけですよ。でということであれば権利外観法理で A を犠牲にしても C を信頼しなきゃいけない、 C の信頼を保護しなきゃいけない。そしたらその場合にはやっぱり有効な代理行為と扱いましょうっていう規定なんですよ。でこれは表権代理っていう規定で、またこれは民法の2回目3回目でやるんだけど、で実はこれってさっきの意思外形非対応と似てない。要は仮登記だけやっといたら勝手に本登記されて売られちゃったとか、もしくは、なんか登記済書を渡しといたら勝手なことをされて売られちゃったってことだから、このような事案に非常に近いです。で実際このだから110条も同じで、奇跡性そんなに大きくないんですよ本人は。まあ逆に被害者でしょ、逆に被害者みたいなところがあるから、この時の正当な理由っていうのもやっぱり善意無過失と返されてるんですよ。でそうするとこの110条のこの事実関係とよく似てるというところから、意思外形非対応型の場合には94条2項と110条2つを類推して善意無過失っていうのをやると。でなんで110条を持ち出すかっていうと、無過失を要求する法的根拠が必要でしょ。で94条だけだったら無過失導けないからね。なので、ちょっとまあここら辺のところは慣れながらってことになりますけれども、ごめんなさい、事例問題ですね。でこの場合にはやっぱり110条の類推適用でいくと、無過失まで必要とする根拠みたいなね。で実際はちょっと解説のところにもあったけど、やっぱりすごく似てるんですよ事実関係として、事実関係としては民法110条の適用場面としてやっぱりすごい似てるので、なので意思外形非対応型の場合には善意無過失まで必要とするということです。でちなみにこれね、復習するとたまに細かく見出すとね切りなくなっちゃうんですが、このね仮登記を本登記にされちゃったやつはなんか法意に照らしって言ってるんだね。だから194条2項110条の法意に照らしって言っていて、でそれで、なんか勝手に登記済書を使っちゃったこの7番の事例だと、まあ、類推適用なんですよね。94条2項110の類推適用って言って、どこが違うんだみたいなことを細かく考えちゃう人もいるんだけど、基本試験で出たら類推適用って書いていいからね。この法意に照らしっていう言葉は判例使ってるけれども、まあ、特段なんか類推適用と言葉なんか実質的な意味があるとは思えないので、例えば皆さんが答案書くときにはもう端的に意思外形対応型ならば、94条2項の類推適用で、C は善意で OK で、意思外形非対応だったら94条2項と110条の類推適用にして、でそれで、C は善意無過失まで必要っていうふうにしちゃって、それで構わないです。まあなんか細かいことをやっちゃうと、これは本当にキリがないところはあるんで、ぜひまずはここができるようにしておいてください。まあつまりこの意思外形非対応型と非対応型をちょっと整理しておくと、一応これ事例問題集に対応させるためにちょっとこっちの方に番号をつけておくと、1は4番5番で、2が6番7番です。こういう感じです。で一応この意思外形対応型については94条2項類推適用で、第三者の主観要件は善意で OK と、善意で OK と。でこれは理由はっていうと、普通に94条2項と同様に本人の奇跡性が大きいから、意思外形対応型については、94条2項になると。で意思外形非対応型についてはなんか判例上はなんか法意併用とかね、類推適用の場合があるって言ってるけど、まあ基本個人的には類推適用で考えちゃって構いません、94条2項と110条の、類推適用として考えて、第三者の主観要件は善意無過失と、A
A の奇跡性が小さいということを見出せばいいね。A の奇跡性は小さいから主観要件としては善意無過失まで上げていくという話になってきます。で、一応ここまでのところが民法の最初の94条2項の累推適用論という話なんですが、ただ94条2項についてはもうちょっと具体的な事例も今日はやっていきたいところがありまして、ちょっと事例問題集でちょっと練習したいなというのが少し出しますけれども、事例問題集の1番からちょっと見ていきます。今日は実際に民法のなんか図の練習みたいなのも一緒にやってみようかなと思っていて、はい、まあ、一緒にちょっと考えてみましょう、はい、AB 間で土地の仮想譲渡が行われました、これはいいですね。 AB 間で土地の仮想譲渡が行われた、つまりこれ94条1項の累推適用、94条1項の通貌虚偽表示が行われているということです。通常通りね、仮想譲渡が行われた後 B から C、C から D へと転々譲渡がなされたと。でこの時に AB 間の仮想譲渡について C は善意だけど D は悪意だったという場合、まあ、よくあるんですよ、こうやって転々譲渡って言って、例えばこのように AB 間では94条で通貌虚偽表示になってるんだけど C が善意で D が悪意みたいな。でこの時に D は、所有権得られるでしょうかっていう問題です。 で最初にこれ結論言いますね。これはもう覚えちゃった方がいいです。例えば D が悪意だったら、なんかこれこの人は94条2項の第三者に当たるよね。で当たって、まあ、保護されるけれども、ここから次の人が悪意だった場合にはこの人権利取られない、取れるかっていう問題で、で基本的にはこういう問題っていうのはよく出てくるんですが、基本一人でも善意があられればそこで権利固定します。これをね、絶対的公正といって、一人でもここで善意者がいると、絶対的公正といって C がここで善意者が現れれば、ここで C が所有者であることが確定します。で結局 D はそのまま、承継取得します。そのまま D はそのまま、D は権利取得 OK です。つまり、まあ、この図でも書いたんですが、一人でも善意者が現れればこの時点で C の所有権は一回確定します。ですから仮にそれを受け取った D が悪意であっても、D が悪意であっても D は有効に権利取得ができるとされていると。でこれはなぜかというのも理由があるので、ちゃんと説明していくと、一番大きな理由は法律関係の早期安定です。これもし仮に D が権利得られないってことになるとどうなります？転々譲渡って別に C、D、E、F って次々続くんでしょ。誰か一人が悪意だったら権利取得できないってことになったら法律関係いつまでたっても決まんないんですよ。ですよね。だからもし仮にね、この後どん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 転々譲渡したときにもうずっと先の人で悪意の人が現れたら A さんが取り返せるってことになっちゃうんでしょ。いいよね。もし仮にこの転得者転々得者って形で次々譲渡があって、でどっかの一人が悪意になってこの人が保護されないってことになったら A はそれ取り戻せるってことになっちゃうわけですよ。そうするといつまでたっても法律関係決まらないので、基本的には一人でももう善意者が現れたらここでも所有権はもう A から C に移転します。もうイメージとしては、つまりこの場合だったら A がもう善意だった時点でもう A から C にもう、あ、ごめんなさい、 A から C に所有権が移転して、でここでも確定です。であとはこれをもう転得者 D が受け取るよと、まあ、いうような形になるわけですわ。なんで仮に D が悪意だったとしても、まあ、認められるってことになる。でこのように一人でも善意者が現れたらそこでフィックスするっていう考え方を、絶対的公正って言います。で、まあ、絶対的公正を取る理由っていうのはやっぱり一番大きいのはこれなんですよ、法律関係の早期確定の要請っていうのが一番大きい。まあ、他にも理由書きましたけれども、入門段階だったらまずこれですね。でかつもう一つ理由あえて言うならば、もしこれが仮に D が所有権得られないとどうなるか、D が所有権を得られないってなると、
これね、 C と D との関係では D は C に損害賠償請求する可能性があります。まあ、言ってみればこれ C と D との間で売買契約結んでるでしょ。で当然これ売買契約の中で C は D に所有権移転させる義務があるのよ。そのもちろんこれはね、しかも C は善意だから何も知らないんで、例えばこの CD 間の売買契約というのをやった時には、まあ、C と D との間ではもちろん、売買契約の結果 C は D に所有権を移転させる義務っていうのがあるわけだよね。で実際に D が所有権得られないってことになっちゃうと、要するに D は C に対してこれはこの後勉強します債務不履行といって C が約束守れなかったってことなんですよ。つまり売買契約を結んだ場合には責任を持って買い主に所有権を動かす義務が売り主にあるから、もし仮に D が所有権を得られないという結論になっちゃうと、もうこの CD 間の契約に基づいて D は C に損害賠償請求をすることが可能になり得るんですよ。そうすると結局どうなります？悪意者が善意者に損害賠償するっていうことが認められるのと同じになっちゃうから、やっぱそれは良くねえだろうと、まあ、いうのが一応ここに書いてあること。つまり有効に D が権利取得できない場合には、この悪意転得者である D は、まあ、真の権利者から追奪されて、その結果として、まあ、前者たる前者つまり C が、まあ、担保責任といって、まあ、いわゆる損害賠償ですよ、そういった損害賠償を追求される、まあ、ことになる。でやっぱりそうするとそれは、前者を保護する94条2項の趣旨に反するだろうなんていうことも理由として挙げられるけれども、まあ、基本的にはまあ、D が悪意であっても C が善意だったら保護されるっていうことをちゃんと押さえとけばいいかなというところです。いいですかね。でちなみに最初にこれ結論をちょっとやっちゃうとですね、これね、もう一個別なケースもちょっと説明しておきます。今やってるこれは AB で、まあ、これは94条1項ですよね。で、C、D で今やったのがこれです、まあ、94条1項で、まあ、こうなってると。でこの時にはどうなるかっていうと、絶対的公正をとって、D は権利主張 OK です。まあ、こういう話ですね。まあ、こういう話でしたね。じゃあ今度はこうはどう？ちょっと書くのが大変かもしれないけど、こうだったらどうでしょう？まあなんとなく予想つくかしら。C が悪意で D が善意。この時は D は権利取得できるでしょうか？でこれはやっぱり権利取得できないとおかしいよね。だって権利外観法律ストレートに当てはまるでしょ。だって A に奇跡性があって、まあ、虚偽の外観があって D が信頼したって言ったら変わらないから、まあ、この場合はちなみにこの D みたいな転得者、のでこの時はもうやっぱり D の権利は、まあいずれにせよ結局バツバツじゃなければいいよって話なんですよ。バツバツじゃなければ、ちなみにこれは D がやっぱり94条2項の第三者に入るとされてます。なぜならば結局あれでしょ、D 保護の必要性は変わらないからね。直接の相手方だろうが転得者だろうが保護の、まあ、ちょっと書き方で言うと D 保護ね。普通にありますので、例えばこのように、まあ、どちらにせよ権利取得をすることはできます、まあ、少なくともなんか1人、まあ、丸が出てきたらその人が保護されるんです。イメージとしては、1人出てきたらその人が保護されて、そこから先は絶対的公正です。だからこの後に D の後に誰かが出てきても、もうこれは D が確定的に所有者になるから、あとはもうその
絶対的公正でそのまま進むんだっていう感じになります。でこのように一応説明しておくと、この転覆者が現れたっていうケースの場合には、この94条2項が、まあ、例えば1人でも適用されればね、94条2項が1人でも適用されればそこで権利が確定するから、そこから先はもう悪意とか関係なしにいけちゃいますと、権利は取得しますっていう感じですね。ここはちょっとこういうふうな、事例をしっかり確認しておきましょう。でちなみにこれちょっと細かい話をしておくと、まあ、細かいでも重要な話なんだけど、まあ、絶対的公正の話に戻ります。この下の話はね、まあ、A、B、C、D で×丸だった場合にはこの D を保護する必要性は変わらないから、この D が善意ならばね、 D が善意ならばこの人は94条2項で保護されて、あとは、そこで、権利が確定すると。で丸×の場合ね、丸×の場合は1人でもいればいいんですね。1人でもいれば、その人が絶対的公正で、保護されるから D は、このまま、権利を承継取得するという話になります。でそうするとですね、ここで、まあ、問題が生じるんですよ。この図でちょっと一緒に考えてほしいところ、これは今日考える練習です。例えば AB 間で通報虚偽表示がありました。で D さんは悪意です。で D さんが B さんから買ったら権利得られませんわね、だって悪意者だから。いいよね。でこういうことを考える人がいるんですよ。まあ、D は悪意だから私が直接 B さんから買ったら94条2項で保護されないわけですよ。だから権利得られないから、だから何も知らない C さん呼んでくんですよ。ちょっと来てっつって、何も知らない人に呼んできて、ちょっと B さんから買ってきてくんねえかと。でそれ B さんから買ってきてくれたものをじゃあ私が買い取るからって言って、何も知らない人を間に挟むと D は権利取得できちゃうんですよね。まあ、イメージ分けます。つまりこれをちょっと事例として、本来だったらよいしょ、これはすぐ消しちゃいますけれども、本来だったら AB で通報虚偽表示で D が悪意だったらこれ権利取得できないよね。だって善意の第三者じゃなければ、権利得られないから、もしこういうふうな形だ D は自分から買い付けに行くと権利得られないんだけど、間に C を入れちゃえば権利得られるんですよ、この考え方を取ると。で果たしてそういうことしていいのっていう問題が実はあって、ちょっと一回消しますけどね、これはね、わら人形の問題って言うんですよ。まあ、言ってみれば本来だったら D さんが直接買い付けると、権利得られないんだけれども、事情を知らない C を連れてきて、まあ、わら人形として間に入れちゃうと。で間に入れちゃえば C が絶対的公正で権利得るから、それをじゃあ D が買っちゃえば脱法手段ができちゃうんじゃないかっていう問題があります。で一応これも一応そう言われてるんだけど、ただこういう時は何するかっていうと、これは民法で後でやるけれども、審議則っていうのがあるんですよ。そのもうこういうふうな事情だったらやっぱり審議誠実の原則で、やっぱりまあ権利主張は認めるべきじゃないと言って、個別的にね権利排斥するんです。で審議則っていうのも民法の1回目でちょっと出てきたところだけれども、まあやっぱりその、まあ、権利の乱用してはいけないとか、まあ、取引関係で生じた信頼を裏切っちゃいけないといったような、まあ、やっぱり根本的な一般原則みたいなのがあって、でもちろんこれ絶対的公正を取ったら D はバラ人形を間に入れれば理屈上は権利取れるんだよ。だけどそれはやっぱり取引上の審議に反するわけだよね。なのでそういう場合には、これは民法で実は1条にあるんですよ。1条3項で権利乱用は許さないみたいな条文があるんです。そうするとこれはそういうことをやる場合にはもう権利乱用だから、その人には権利を取得を認めませんというふうに個別的に排斥すれば足りると、まあ、いうことになります。だからまあ一応批判としては不当に売れる恐れがあるというのがあるけど、これちょっとまあメモ書きしておくと、まあ、この場合には権利乱用だよね。権利乱用とか、審議則違反として いいと、まあ、この場合にはね、まあ、不当が受ける恐れがあるから、じゃあそういう時どうやって解決していくのかといった場合には、この権利乱用とか審議則違反という問題として、まあ、個別的に排斥することで対応するというふうに言われてますというところなんですね。で一応こういうふうに、まあ、94条2項をめぐる問題っていうのはね、この丸×の問題ですね、この丸×の問題とか×丸の問題みたいな形で、
まあ、それなりに重要なものがあったりするので、まあ、ここはちょっと確認しておいていただければと思うんですが、あともう一つちょっと次のページのところでもうちょっと権利のなんか扱い方みたいな練習したいのでちょっと見てみましょう。一緒にちょっとこれは今日初めてやる問題もあるので、実際やってみましょう。AB 間の虚偽表示によって、まあ、B 所有であるかのような外観を有しかつ登記名義も、B となっている土地があります。まあ、ちょっと図を一緒に書いていきますと、まあ、これまあ図が書いたんだけどこういう感じです。AB 間で通貌虚偽表示になっていると。で AB 間で通貌虚偽表示になっていて、で、まあ、B が外観になっていると。でこの時ちなみに通貌虚偽表示は無効だから所有者は A です。通貌虚偽表示だから所有者は A です。ここまでいいかな。 でこの時に、善意の C に転売されました。そうすると94条2項では善意の C に転売されるとどうなるかというと、もう一回確認ね。94条2項の C が保護されると A は C に対抗できないから、ここ A から C に所有権移転するんです。これは大丈夫ね。94条2項の第三者だから所有権移転します。でただこの時にところが A が D に譲渡しているというケースです。でこの時はどうなってるかっていうと、A から D への所有権移転も起こっちゃってると。でこれっていうのはまだ民法でこれから勉強する話になるんだけど、言ってみるとね、この二重譲渡に近い関係になるんですよ。で不動産っていうのは一応二重譲渡っていうのはすることができるとされていて、例えばこれ厳密に言うとなんか A が C に売ったってわけじゃないけど、94条2項で C が保護される結果、94条2項で C が保護される結果 A から C に所有権移転してるよね。この94条2項を介して94条2項を介して A から C に所有権移転してるよね。で A は D に売っちゃってますよね。ということは A から D に所有権してるよね。そうするとこれは二重譲渡っていう関係に立つんですよ。ほぼ同じになると。でこの時は民法のルールがあって、こういうふうに、まあ、二重譲渡類似でお互いに所有権を主張し合う、まあ、正当な利益を持ち得る関係のことを対抗関係というんです。でこの対抗関係はルールがあってね、詳しくは民法の勉強でちゃんと今後学習するけど、今日はとりあえずざっくりしたイメージだけ持ってもらうために、登記取った方が勝ちます。この二重譲渡っていうのは基本的に、まあ、いずれもだから正当な利益を持ってるわけですよ。でいずれもその正当な利益を持っている場合にはどっちが確定的に所有権を得るかっていうと、先に登記を得た方が、勝ちます。これはまた詳しくは民法の勉強でやりますから、その時に物件のところでやるんですけど、対抗関係に立った場合にはこれ177条で、登記の戦後で消す、戦後で消せます。確定的に所有権を取得するとされるんですよ。でなので、一応ここで、見ていくと、この事案なんかはまさにこの94条2項で A が C に、94条2項の効果として A から C への所有権移転で、そして、この A から D への所有権移転があたかもまあ A を起点とした形の二重譲渡類似の関係に立っていると。でこの対抗関係に立っている場合には登記の前後で決まるよということは押さえておいてください。まあ、言ってみればこの94条2項というのは肝になるのはこれなんですよ。直接 A から C に移転するというふうに考えられているんですよ。その94条2項が適用される結果、所有権というのは A から C へとこう直接に移転するとするから、結局は A から CD への二重譲渡になるんです。だから今回の問題っていうのはこれは先に C と D は先に登記が取った方が勝ちますよっていう問題になるんです。で同じような話をちょっと次のページでちょっとやると、今度はこの図ならどうでしょう。はい、AB 間の虚偽表示で、B のような外観を有している土地があると。
ここはまあ同じように、AB 間の虚偽表示で、B 所有のような外観を持っている土地を B が C と D に二重譲渡としました。つまりこの、通貌虚偽表示で AB 間で通貌虚偽表示になっているところを B が C にも D にも売っちゃったと。で C も善意で D も善意だと。でどちらも94条2項が適用されるということですね。でそうすると結局結論は対抗関係なんですよ。結論はなんとなく C と D っていうのは、まあ、お互いに所有権を主張する関係に立つから対抗関係だから結局はもう登記の先後で決まるんですよ。つまりこの場合、まあ、C と D どっちが、所有者になりますかっていう問題であれば、この場合だったら C と D っていうのは対抗関係に立つから結局177条、これは条文ではまた177条はまたあの物件でやりますから今日はまあとりあえず条文の番号だけでいいかね。177条で先に登記取った方が勝ちますよっていう話なんです。でただここであのちょっと本格的な勉強するとどこを起点とした二重譲渡でしょうか。これ一見するとなんかこれちょっと図書くけれども、あ、ごめんなさい、A から B でこう通貌虚偽表示があって、通貌虚偽表示があって C と D に売ってるよね。でそうするとなんかこれ B からの二重譲渡って考える人がいるんだけど、これは間違いです。 B からの二重譲渡じゃないんです。さっきも言った通りこの94条2項っていうのはもともと AB 間の虚偽表示は無効なんですよ。いいかな、 AB 間の通貌虚偽表示で無効だから A が B に所有権を移転したって事実はないんですよ。いや、ここまで大丈夫ね。あの AB 間の通貌虚偽表示は無効だから所有権が B に移っとるっていうことはなくて A が所有者なんです。でただ善意者が現れたらその無効が主張できない結果 C のものになるでしょ。いや、ね、この C が94条2項の第三者に当たるならば、虚偽表示の無効だって主張できないから結果 C が所有権主張すると。そうすると結局所有権の移転は A から C にこう移転するんですよ、イメージとしては。あ、ちょっと書き方ちょっと変えるけれども、所有権が A から C に移転してるんです。で一方でこの D が現れた場合は A から D に移転してるんですよ。いいかな、つまりあの A を起点とする二重譲渡です。まあ、私が言いたかったのはつまり A から C の所有権移転と A から D の所有権移転がそれぞれ起こってるんです。だからよくこの問題見たときにあの B を起点とする二重譲渡類似だっていうふうにやってるのはこれは正しくないんですよ。やっぱり94条2項っていうのは真の所有者から直接こう権利が移ると、まあいうふうに考えられているので、一応この図で即して考えると結局こういうことです。 A から C、 A から D っていうことになるので、まあ、A を起点とした二重譲渡になってると。だからなんか B をねなんか間に挟んでないっていう感じですね。こう、まあちょっと同じ図になっちゃうけどちょっと分かりやすくするようにちょっと書いておくと、だからここにある通り、この CD 間は対抗関係っていうふうになってるんだけれども、これはあの A を起点とする対抗関係であること。まあ、ちょっと難しいところではありますけれども、こんな感じですね。 B を起点としているわけではなくて A を起点とする対抗関係なんだよってことにはちょっと注意を払っておいてくれるといいかなと思います。いいですかね。まあ、おそらく最初のうちは担当の問題とか解くときとかも含めてとりあえず登記取ったが勝つよというのが図で書ければいいんだけど、あのとりあえずまあ誰かを起点とする二重譲渡ってのは基本的にあの慣れるまでは登記の先で決まるよということで、押さえておくといいんですが、まあ、こういうふうにあの、まあ、起点とする対抗関係っていうものが実は正確にはこれ A からの起点だよみたいなところは、まあ、今のうちにちょっと習慣づけておくとまあ良いかなとは思います。
ですかね。で一応ここまでが、94条2項の問題で、まあ、ちょっと飛ばすものもありますけれども、まずは、1回目の講義として、94条で拾っておいていただきたいものは大体ここでやった感じです。で一応さっき触れたものについては、あ、ごめんなさい、ここね、あの94条2項の第三者っていうのをうっていうのが書いてありますけど、基本的にはあの94条2項の第三者っていうのは当事者及び包括人承継人以外のもので、当事者及び包括承継人以外のもので新たな独立した法律の利害関係を有するに至ったものっていうのが一応定義だけど、基本今の段階はこれでいいかね、転得者ね、あの肯定例だけ今のうち押さえておけばいいです。ここに書いてあるあの内容はまたいずれ戻ってきますから、いずれ戻ってきますので、まずは94条2項の第三者って言ったら典型的な不動産の仮想譲り受け人からさらに譲り受けたものみたいなのが典型だと思ってください。いいかな、何かが典型的なものということになります。で次に、このね A については今日やった話ね、 A、B、C、D っていうふうに形で、ここが、まあ、今日これまとめですから、この部分については、例えばこの場合、いいですね、 C 丸 D ×とかのケースね。でこの時は C ×D 丸の場合はと、あとは、まあ、ごめんなさい、ちょっと書いておこうか。でこの場合はまず、最初こっちですね、ちょっとごちゃっとして、C バツ D 丸の場合は OK、 D は保護される。これはどうしてかっていうと、まあ、D も第三者に含まれるからですよね。D も第三者に含まれるからってことです。まあ、ちょっとここもまあ図的に書いておくと、まあ、こういう話ね、この話の場合には、D っていうのはこの人も、まあ、94条2項で保護しちゃっていいよっていう話になるわけですね。でそれに対してこっち下に行きますけれども、これは C 善意 D 悪意の場合っていうのは、こちらはあのさっきの四角一番の問題になるわけです。こっちはね、これ四角一番の問題になって、でこっちは AB で通謀虚偽表示があって、 CD で C 丸 D 罰のケース。ちょっとこれごめんなさい、ちょっと書くのがちょっと場所がスペースがないんで、ちょっと一回消してこっちに書こうかね、すみません、こっちに書きます、こっちに書きます。こっちはAB が通謀虚偽表示やっていて、 AB が通謀虚偽表示やっていて C 丸 D 罰のケースね、 C 丸 D 罰のケースです。でこの時には C はここでまあ絶対的公正になると、で94条2項で、まあ、C が保護されて、D は C からの権利取得が可能と、ね、もうここで一回フィックスされるんですよね、その、絶対的公正を取ると一回ここでフィックスされるから、だから D っていうのは C からの権利取得ができると。C からの、まあどちらにせよそのちょっと一回書き直しますね、94条2項で、まあ、OK だよということになります。まあ、どちらにせよ、まあ、結局どっちかが丸ならば保護されるんですよっていうね、まあ、どっちかが丸ならば保護されますよっていう話です。であとはもう一つね、あの94条2項というのは基本的にあの点々譲渡型の時に問題になるからね。94条2項は、まあ、ここにもある通り、その94条2項の適用場面というのはあの前種後種の関係に立つ場合に問題になります。だからこうやっていわゆるこの94条ってどういう時に問題になるかっていうと、 ABCDE っていう形で次々点々譲渡になっている時には94条2項が適用されるかって問題で、二重譲渡になっている時には対抗関係だから177条の問題です。だからもうここはなんか使い方の練習で、あの、まあ、言ってみれば
この前主後主の関係に立つ場合っていうのは、言い換えれば二重譲渡型じゃなくて転々譲渡型。転々譲渡になるような場合には、この94条2項が適用されると場面が多いです。で、対抗関係に立つ場合は登記を先に取った方が勝つよっちゅう話になるわけだな。で、この対抗関係ってのはだから二重譲渡型ってことです。二重譲渡型ってことになりますので、まあ、ここはちょっと条文の整理しておいてください。ちなみにこの対抗関係に立つ場合の例として、まあ、2番と3番、まあ、事例問題集の2番と3番なんかがこれに対応してくると、まあ、いうことになりますので、まあ、ちょっと一気に情報集約をしていって、で、講義の中で、やっているところをしっかり、確認しておくといいと思います。で、今日はですね、一応ここまでのところと少し条文としてはこの意思表示の内容は93条の心理留保、94条の、通報拒否表示というのをやりましたけど、あとはもう一つ95条の錯誤というものと、それから96条の詐欺脅迫という、ものの概要をちゃんと説明していきます。詳しい論点は次回の講義の冒頭第2回のところからなるんですが、まあ、今日の講義ではしっかりと、まあ、条文を知りましょうというところに行きます。せっかくねこの93条94条までやったら、あとはまあ全部95、96やっちゃおうという話になります。で、ちなみに95条は錯誤とは何かということをちょっと今日は理解していきたいところなんです。まあ、すごくシンプルなんです。錯誤というのは勘違いです。で、勘違いがあった場合には、はい、条文上押さえてほしいのが取り消すことができるって書いてあります。まあ、これ勘違いがあった時は取り消せるんですよね。もう勘違いがあったら取り消せるんですと。で、この95条の条文ちょっと見るとね、意思表示は、次に掲げる、まあ、錯誤、まあ、これを勘違いのことを言いますが、錯誤に基づくものであって、ただ勘違いは取り消せるっていうんだけども、やっぱり取り消せるっていうだけあって重要なものしか取り消せれません。これ意外と気をつけなきゃいけないところが、この条文だと錯誤が法律行為の目的や取引上の社会通念に照らして重要なものであるときに取り消すことができます。ですから重要じゃないものは取り消せませんということになる。で、ちなみにこの錯誤には2種類あります。これちなみに今日レジュメでも最後もパッとまとめていきますけれども、1号が意思表示に対応する意思を書く錯誤って言われてる。で、この意思表示に対応する意思を書く錯誤っていうのは、まあ、簡単に言います、その言い間違いと勘違いです。勘違いと言い間違いです。まあ、ちょっと例を言うとですね、意思表示ってどうやってできてるかっていうと、まあ、これは少し、まずは、そこの説明をするとですね、まあ、一応講義メモの方にもちょっとあるので、ちょっと講義メモの一番最初に戻るとね、意思表示ってすごくその細かく分析するとこうなるんですよ。動機、これちなみに次回の講義でちゃんとまとめやっていきますけど、動機、内心的公開意思、表示意思、表示行為っていうふうな、まあ、一応4つに分解されるんです。例えば私がですね、何かラーメン食べてえなと思った時に、まず一番最初思うことは、まあ、フラッとラーメン屋さん行って、ああお腹空いたなとか食べたいなと思うわけですよね。で、まずそもそもなんかそれを買いたいっていう動機があるわけ、まあ、美味しそうだなと。で、そしたらどういうふうに思うかっていうと、美味しそうだなと思うからそれを買おうって思うわけで、これが内心的公開意思、つまり買って自分のものにしてやろうと思うわけで、自分のものにしてやろうと思ってもそれだけじゃ買えないから、よし、じゃあラーメン屋にそれ言おうと、くださいって言おうって思うんですよ。で、表示意思で、そして表示意思があってくださいって言うんです。だからある意味4つのステップがあって、まず動機があって、食べたいなと、じゃあ買おうって思うわけです。で、買おうって思ってラーメン買おうって思うわけで、ラーメン買おうって思ってたら、ラーメン買おうって思って、じゃあそれを相手に伝えよう、で、ラーメンくださいっていうわけです。で、ちなみに勘違いとか言い間違いってどこで生じるかっていうと、まず勘違いっていうのはこの内心的公開意思と表示意思の間で食い違うんです。例えば何を言いたいかっていうと、まあ普通はないよ、だけど私が例えばラーメン食べたいなって思ってるんだけど、ね、ラーメン食べたいなって思ってるんだけれども、私はまああんまりないかもしれないけれども、その目の前にある世間一般でいう人がラーメンと思ってるものを私は今食べたいと思ってると。だけど私はラーメンとうどんを混ざってると。つまり私はラーメンのことをうどんだと思い込んでると。
でそうすると私は心の中ではその一般的にみんなが食べるのラーメンを食べたいと思ってるんだけど、ラーメンとうどん勘違いしてるから、じゃあうどんくださいって言おうってなっちゃうわけですよ。そうすると結局私はそのままうどんくださいって言っちゃうわけです。そうすると、まあ、結局頭の中で内心的にはラーメンを食べたいと思ってるんだけれども、ラーメンとうどんを要するに混同してる結果、うどんくださいって言っちゃってるんだよね。でこれは要するにラーメンとうどんを勘違いしてるからだよね。であともう一つは言い間違いっていうケース。まあ私はラーメンはラーメンだって分かってると。で実際に、ラーメン食べようっていうふうに思って、よしじゃあラーメンくださいって言おうと思ってるんだけど、店員が来たらすいませんうどんくださいって言っちゃうんです。まあ、そんなことあるのかいなって思うかもしれないけど、これ口頭だからおかしいと思うでしょ。注文をさ、例えばなんかタッチパネルとかでやるんだったら、でそのミスあるよね。実際に私はラーメン食べようと思ってラーメンのタッチパネルを押そうとしたら、なんかうわっつってうどん押しちゃったみたいな。その時は私ラーメン食べたいって思ってるけど、うどんくださいって注文いっちゃってますわね。でこのようにその内心的公開意思表示行為表示あごめん内心的公開意思表示意思表示行為ってあるんだけど、これ覚える必要ないです。この内心的公開意思と表示意思との間で食い違ってるのが勘違いですよ。つまりラーメン食べてうどんくださいって言おうってなっちゃってるの。それはラーメンとうどん混ざっちゃってる人はそうなるわけで、あとはラーメン食べようっていうふうに思ってラーメンくださいっていうふうに言おうと思ってるんだけど、表示がうどんくださいになっちゃうケース、これは言い間違いですよね。まあ、押し間違い書き間違いの類で、そうすると基本的にはこのように言い間違いとか勘違いっていうのは基本思ってることと言ってることがずれちゃってる錯誤なんですよ。でこれをちょっと条文で戻ると、そのように思ってることと言ってることがずれちゃってるものを、この表示行為に対応する意思を書く錯誤って言ってます。これね、ちなみにこれ覚える必要はないんだけど、これね、表示行為の錯誤って呼ばれるものです。これレジュメにあるからね、またやります。この1号は、例えば、まあ、さっきも言ったように言い間違い勘違いになるように、私の頭の中で思ってるものと言ってることがずれちゃってるケースになります。いいですかね。でもう一つが2号なんですよ。2号はこれはちょっと分かりにくいけど、法律行為の基礎とした事情について認識が真実に反する錯誤っていう、すげえ難しい日本語を使ってますが、世間一般でいうとこれをね、動機の錯誤っていうふうに、まあ、昔から言われているものです。例えばよくあるのがこういう錯誤ですよ。これ美味しいと思ってラーメン頼んだんだけどうまくなかったと。つまり動機の部分で、私がその基礎事情としてこのラーメンは美味しいだろうと、で美味しいから買おうと思ってラーメンを頼んだところ、そのラーメンは美味しくなかったっていうようなケース。でこれは言ってみれば動機の部分に錯誤があるもんなんで、こちら、動機の部分に錯誤があると、まあ、いうことになるので、要するにラーメンくださいって言ってラーメン出てきてるのよ。ポイントは1号と違うのそこなの。2号はラーメンくださいって思ってラーメン欲しいと思ってるわけでしょ。ラーメン欲しいと思っててちゃんとラーメンくださいって言ってんのよ。だからこの内心的公開意思と表示行為の間に食い違いはないんだけど、だからここに食い違いはないんだけど、美味しいと思ったみたいなところがずれてるの。でそうするとこれで取り消せるかって問題なんです。で例えば典型的な例としては、まあ、よくね教室説明になるけれども、絵を買うときに本物だと思って買ったら偽物だったがよくある典型。つまりこの絵はなんかピカソの本物だと、ピカソの本物だと思って買ったんだよね。でだからそのピカソくださいってピカソを買ってるわけですよ。だからそのこの絵を買おうって思ってるわけよ。この絵を買おうと思ってこの絵くださいって言ってる部分にはズレはないの。だけど本物だっていう前提で買ってるから、それで偽物だったら取り消せるかいって話なの。でこれは条文上取り消せるんですよ、動機の錯誤ってやつで。でもう一つ典型的な例が、これよく事例問題出るのが、土地を買うときにここが再開発される予定だっていうようなやつ。つまり再開発されるから土地の値段が上がるんだと思ってね、もしくはこの辺にでっかいスーパーができるからここの土地の値上がりするぞって思って買ったんだけど、それがガスネタだったっていうケース。それは別に買うつもりで買ってますから食い違いはないのよ。だけどその土地の値上がりするはずだって部分について、実際錯誤があった場合には、これは動機の錯誤と呼ばれるもので、これは、まあ、条文上は法律行為の基礎とした事情についての錯誤となる。で特にこれ法律の勉強のなんかエッセンスが詰まってて、やっぱりなんか外国語みたいなところがあるから、この条文見たときにどういうふうな意味なのってことをやっぱり押さえる必要があって、まあ、もちろんこれ講義メモで最後まとめてきますけど、つまり錯誤の種類は2種類、要するに
意思表示に対応する意思がないもの、これは具体的に言い間違いと勘違いです。あ、ごめん、勘違いと言い間違いのが順番いいかな、勘違い言い間違いの類で、そして2号は基礎事情について認識が違う、いわゆる動機の部分が違ってたっていうケースです。じゃあ取り消せるってことだけど、例えばでもね、これ言い間違い勘違いは基本取り消せるんですよ。ただその動機の錯誤ってさ、取り消される側からすれば結構たまったもんじゃないですよね。極端な話、絵がさ本物だと思った、で本物だと思ったから買ったのに、これ偽物だから取り消しますよなんてことが認められたら、まあ言ってみれば表意者の側からすればさ、それはいいことですよね。本物だと思って買ったんだけれども、これ本物じゃなかったから取り消しますよって認めた方がね、取り消す側としてはいいかもしれないけれども、ただ逆にその相手方からすればそんなこと知らねえよって話なんだよね。本物だかどうかなんてこうそんな気にしてたんですかって話でしょ。もしくはその土地が値上がりするつもりで買ったのに値上がりしないって分かったから取り消しますって言われたら、相手方としてはもうたまったもんじゃない。だから動機の錯誤はその相手方も認識できないから2号がついてくる、2項がついてくるんです。これ結構重要。この前項第2号の規定によるっていうのはこの動機の錯誤の場合なんですよ。で動機の錯誤の場合には表示されていた時に限りすることができます。表示って何でしょう。つまり私が例えば絵を買う側からすれば、例えば相手方にこのピカソ本物なの、じゃあ買うわって言ってるんだったら取り消せるということです。もしくはその土地を買うときに売り主に対して、あ、この辺なんかスーパーできて値上がりするんだよねっていう、で、あ、値上がりするんなら買うよっていうふうにその動機の部分ですね、その事情が基礎とされているところが表示されていた場合に限りできるってことです。でそうしないとやっぱり相手方にとって不足の損害になるわけですよ。そうするとこの条文を全部整理するとどう結論になる。言い間違い勘違いの類はとりあえず重要なものなら取り消せるんです。いいかな。言い間違い勘違いの類は重要なものだったら取り消せるんです。ただ動機の錯誤の場合は、動機の錯誤の場合は相手が動機を知らなければ相手にとって予想外の損害になるから、相手が動機の錯誤の場合には重要なものであることに加えて表示されていることが必要になりますというところなんですね。まずここをしっかり押さえましょう。でそうするとこれなんかこの話を聞くと、じゃあ結構余談でね、余談ではあるんだけど、この勉強をするとね、じゃあこれはどうだっていうのをいろいろ考えていくとね、じゃあ例えばどっかのね、コンビニ行って、例えばなんか肉まんかなんか買うときに、あ、これ美味しそうだっていうふうに表示すれば、まずかったら取り消せるんかって話になるわけですよね。なんか嫌がらせみたいな客だけどね、行くたびに、あ、この肉まん美味しそうだから買うわって言ってね、で食べたらまずっつって、じゃあ取り消しますみたいな、これ動機表示したからねっていうふうに取り消せるかっていうと、確かに取り消せそうに見えるけど、一般的には取り消せないんです。どうしてかっていうと、コンビニだからってわけじゃないけど、通常飲食販売店で美味しいかどうかっていうことはあまり重要じゃないとされてる。結局はその肉まんという商品であることに特別に意味があるんだけれども、例えばその、本当に美味しいかどうか、確かにそれなりに意味あるよ。美味しいかどうかっていうことはそれなりに意味あるけれども、その、コンビニエンスストアに限らず普通に飲食店っていうことは、飲食店はその美味しいことっていうのに絶対的な意味は持ってないんだよ。その要するにその肉まんという商品を、例えば肉まんとして成立している商品を売ることに意味があるから、例えばそれが肉まんだと思ったらあんまんだったとかと話は変わってくるけれども、少なくとも商品として肉まんである限り、うまいかまずいかっていうことは、あまりこの法律行為 この法律行為の目的および取引上の社会常に照らして重要なものとはならないと。だからもう例えばお店の中でこれもう絶対うまいと、もうまずいわけがないみたいなことをね、もううまいことが絶対的だみたいな形で売ってるちょっと話は変わるけれども、そうじゃなければ、それは取り消せることはないかなという感じですかね。一個でも、ちょっとそれに関しては例外として、何々検算し、なんか何とかをしようみたいなものになると、取引上重要になってくることはあるよね。それはね。もちろんこれだから、やっぱりね、その取引上の社会通念照らしてっていうのはそういうことなんですよ。その一般的な取引社会において重要な動機かどうかっていうことです。だそうすると一般論として、さっきのコンビニエンスストアで売ってるものが美味しいかまずいかみたいなものは取引上の社会通念上重要ではないかもしれないけれども、例えば美術品が本物か偽物かっていうのはかなり重要な意味を持つ。それはやっぱ美術品っていうのは真贋によって価値がもう大きくあるでしょ。あとは不動産買うにも、
例えばそれが商業用地として買うんだったら、そこが開発予定地かどうかみたいなことっていうのはやっぱり重要な意味を持つから、そういうものは表示されていれば取り消せるということになります。じゃあね、これでちょっとさっきの話を続けると、じゃあ取り消せるっていうのが原則です。ただこれ条文続きがあるんですよ。取り消せなくなる場合があります、例外で。この例外が表意者の重過失による場合には、取り消しをすることができないんです。はい、じゃあ何でしょうかということですね。重大な過失って言ってますけれども、これは、まあ、例えばですけど、さっきのピカソの絵をちょっと例出します。例えばピカソの絵が本物だから買いたいと思ってる人がいたとしますね。で、本来だったらそれをピカソなら買いますよっていうふうに、まあ、表示されていればそれは取り消せるって話はいいですよね。じゃあもしその人が買った絵が明らかに水墨画だったらどうですって話なんですよ。もうどう考えてもこれ違うだろうっていうね、もうそのもうどう考えてもこれ水墨画じゃんみたいなものとか、まあ、もしくはなんかそこになんかピカソみたいに書いてあって、もう明らかにもうね、あの偽物であることがどう考えても分かるものをこれピカソじゃん買うよっていう形で、それで錯誤に陥ってる場合だったら、その表意者って保護に値しないわけ。結局この問題の所在ってどこにあるかっていうと、もう意思表示の全てなんですよ。どっちを保護するかなんですよ。つまり錯誤に陥った A を保護するのか、相手方を保護するのか。で、原則は相手方じゃなくて表意者を保護すべきなんでね、やっぱり錯誤に陥っている人を保護すべきだから取り消せるとしたんだけど、保護に値しないものは取り消せない。つまり重過失によって、でこの重過失って言葉初めて出ましたね、大きな落ち度ってことです。つまり普通に考えれば分かるようなミスをしてしまったような場合には取り消しは認めるべきではない。これが例外、取り消しできないのは表意者重過失。ただこれにまたさらに例外があるんですよ。これですわ、次に掲げる場合を除きって言ってます。ということは例外の例外があります。次に掲げる場合というのは何かというと、この1号2号なんですよ。で、こうやって考えると条文ってね、なんかやっぱ外国語みたいな感じで読めるようになるのはやっぱり練習がいるので、本当に日々条文引いてってということなんですよ。なんか多分パッパッパッとなんか結論だけ言っちゃうとそれ覚えちゃうんだけど、実は引いたらなんだこれってなるからね。で、そうするとこれはまず原則は取り消せる、まず1号ね、1個ね、ごめんなさい、1個95条1項原則は取り消せる。ただしその動機の錯誤にあたるものは2項で、表示されている時に限る。で、これがまず取り消せる原則で、次に3項で原則取り消せるけれども、表意者に重過失ある時にはそいつは保護に値しないから、それは、取り消せないけれども、そのさらに例外がある。どういうものかっていうと、ちなみに表意者に重過失があるときには表意者を保護しないで相手方保護しようぜってことでしょ。相手方を保護しましょうっていう価値観になるわけ。じゃあ例えばこの1号を見てごらん。1号は相手方が表意者に錯誤があることを知り、または重過失によって知らなかったとき、まあ、簡単に言うとですね、取引の相手方が、あ、こいつ錯誤に陥ってるじゃんということは分かってる場合だったら、それは保護に値しないじゃん。まあ、さっきのピカソ事例で言うと、例えば絵があってね、その、まあ、もうとりあえずピカソって書いてあるとしましょう。ピカソって書いてある絵をとりあえず誰かがピカソだと思って、このピカソくださいって買いましたと。で、この時は重過失があるから、そのもうピカソの絵をピカソをくださいって言って買ってるのは、それはもう重過失があるから、基本的には95条の3項で取り消せないんですよ、原則は。ただこの時ちょっと情報付加します。相手方が、あ、こいつピカソを間違って買ってるわみたいなね、ざまーみたいな感じになってるケースだったら、それは相手保護する必要ないでしょ。つまりその表意者が錯誤に陥っていることを相手方が分かっている場合とか、もしくはちょっと考えれば分かるような場合であれば、やっぱり原則通り、表意者を保護していいだろうと、まあ、いうターンに戻るんです。だから要するにキャッチボールみたいなところがあるんですよ、これ。まあ、だから原則取り消せるけど、 A に落ち度があるときには取り消せないけれども、まあ B の保護に値しない場合だったらやっぱり取り消せるみたいなね、ということです。で、あと2号はこれおまけ。2号はこれ知識持ってて、共通錯誤ってやつなんですよ。お互いにもうピカソとピカソが勘違いしちゃってると、2人とも。で、それでたまたまなんか一致しちゃってるみたいなケース。2人とも同じ錯誤に陥ってるときは、これは契約を有効にする必要があまりないんだよね。まあ、お互いに錯誤に陥っちゃってる以上は取り消せるべきだっていうふうに考えてます。で、このようなものは条文としてやっぱり覚えなきゃいけないところになってきますから、まずは、条文を読む練習ね、今日はね。
条文を読む練習をした上で、それを少し、講義メモで整理していきましょうということになります。でせっかくなので今日ここでやったこの4つのフェーズはちょっと頭に入れておいてください。まず1ページにあったけれども、まあ、動機があって、まあ、美味しそうだ、まあ、もう具体的にラーメンの例だね。美味しそうだ、ラーメン買おう、じゃあラーメン注文しよう、ラーメンくださいっていうね、その4つのステップにあると。でそこが食い違っちゃうときに錯誤って生じるんだってことです。でそれでまあ動機の方を見ますけれども、基本的には錯誤っていうのは取り消しになります。で、まあ、今日はねあと少しだけちょっと時間いただいてあれですけど、でこの取り消しっていうのはそもそも無効と取り消し何が違うかってことは一応説明しなきゃいけない。これ重要ですから。無効っていうのは最初から効力生じません。無効なものはもう最初から効力ない。で取り消しっていうのは取り消すらまで、ごめんなさい、取り消されるまでは一応有効なんですよ。で取り消されると遡ってなかったことになります。つまりこの取り消しっていうのは取り消せられるまでは有効なんですよ。ただし例えば取り消しなんていうのは典型的なのは例えば買い物で詐欺で取り消すなんていうケースね。だから取り消さない限りはその契約有効だから、取り消したことによって初めてなかったことになるので、その取り消しっていうものが行われないうちはもう有効なんですよ。で取り消されるとなかったことになるというのが取り消しなんですよ。でちなみに無効っていうのは最初から効力生じません。無効というのは当初から効力がないものを無効と言います。で、詳しくはまた勉強する話なんだけど、ちなみに取り消しってもう一つにあるんですよ。重要な理屈が、取り消せる人って基本的に本人なんです。第三者の取り消しってできないんです。ちなみに条文引いといていただきたいのがですね、これ120条があるんですね。せっかくだからここはもう先出しでやっちゃうと、条文で120条をちょっと見ていただけると、まあ、こういうのがあると思うんです。取り消し権者って言って、120条の2項ですね、120条の2項で取り消し権者というのが書かれている。でこの取り消し権者というのは何かというと、錯誤、詐欺、脅迫によって取り消すことができる行為はその人か代理人か証券人しかできないんです。瑕疵ある意思表示をした者またはその代理人もしくは証券人に限り取り消すことができます。したがって誰でも取り消せるんじゃないんですよ。でちなみに無効は誰でも OK です。でしかもですね、取り消しはせっかくだから条文見ておくと120条で、まず最初に取り消しについては、取り消し権者が法定されてますよということになるんですが、合わせて取り消しは126条というのを見てほしいんですよ。で126条を見るとちょっとまあ線引いてあるんだけども、線ね、期間制限あります。126条で取り消し権は追認できる時から5年、行使しない時は時効によって消滅します。で行為の時から20年でも消滅します。つまり取り消しっていうのは取り消されるまでは有効だよってことに加えて、取り消せる人が原則当事者本人、そして期間制限も5年または20年の期間制限が入るんですよ。で無効はって言ったら最初から効力生じないし、いつでも誰でも主張できます。いつでも誰でも主張できるという違いがあります。だからまあ一応まあここでちょっと触れておくと、本当はね後々になって勉強することなんだけど、どうしても最初の数回はねいろんなことをちょこちょこやったりね、先通しでやっていくことになりますから、ちょっとまあ初めて聞くことが多いし、ちょっとまあ書き込む量が多くなるんですが、まあ、いずれやることだから後で楽になると思ってくれば。
でちなみに取り消しは効力はもう失われるんだけど、これについては主張権者、誰でもできるわけではなくて120条2項で限定されてます。あの言ってみれば表意者に準ずるものです、表意者代理人承継人っていう感じかなに限りすることができるということで限定されていて、でしかも期間、126条があります。126条で制限あり、まあ、一応さっき5年と20年ってありましたけど、まあ、担当の勉強するときに出てくるけど、今は条文引ければいいです。その取り消しっていうのは期間制限あるよっていうね、取り消すことができるのは126条で制限がありますよっていうことだから、まあ無効か取り消しかってそれなりに意味があります。無効か取り消しかっていうのはそれなりに違いがあります。で一応取り消し原因です。でこれは今日の講義で最後に触れとくと、詐欺脅迫も取り消し原因です。196条、今日せっかくだからね、96条の条文の1項だけちょっと見ていっていただきたいのが、96条、はい、詐欺と脅迫についても取り消すことができますので、ちなみにこの詐欺と脅迫っていうのも日常的に私たちが使う言葉かなって気はします。あの詐欺は騙すこと、脅迫は脅かすことです。なので、まあ、詐欺とか脅迫による意思表示は、基本取り消すことができます。いいですかね。でその上でちょっと見ていきましょうかね。詐欺と脅迫による意思表示は取り消すことができるんだけれども、じゃあそうすると今日まとめると、一応 最初にね、今日やるべきことをちょっとまとめておくと、これで全部です、意思表示でルールは。で次回の講義でちょっと詐欺錯誤脅迫についてはちょっと応用的なところをやるんだけど、まず心理留保は原則有効なわけですね。まあ、次回の講義でもちょっと冒頭で復習しますけど、心理留保は原則有効で、相手方が悪意誘拐室ならば無効になりますね。ですね。相手方が悪意誘拐室ならば無効ですよね。で、94条は通謀虚偽表示は無効になるよね。通謀虚偽表示は無効。で、そして93条も94条も、その無効になった場合には、相手方が無効になった場合には、善意の第三者が現れた場合には、その無効を対抗できないね。それは93条2項、94条2項。で、錯誤については取り消し原因。で、詐欺脅迫も取り消し原因。っていうあたりをまず今日は、とりあえずしっかり押さえましょう。で、その上で、一応詐欺の知識を、詐欺じゃない、錯誤の知識をちょっと整理して、今日は終わりとなります。まず、基本的には、この言い間違い、勘違いと錯誤の類型っていうのは、この2つです。その表示行為に対応する、意思を書く錯誤の場合で、これは、95条1号1項1号にあるやつで、これはあの勘違いと言い間違いですね。その表示行為の錯誤って合わせて言うことが多いんですが、この内容の錯誤っていうのがこれ勘違いです。で表示上の錯誤っていうのが言い間違いだから、まあ勘違いとか勘違いとか言い間違いがある場合は、とりあえずこの重要なものっていう要件だけでいいです。あ、ごめんなさい。色赤にします。この要件のみで OK です。法律行為の、あ、ごめんなさい。これ、ちょっと直しといてください。法律行為です。条文の文言ね。すみません。要件丸一で。失礼しました。これ法律行為です。法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときというこの要件1のみで OK です。この場合はね。でただしこれいわゆる動機の錯誤に該当するもの、この基礎事情について認識が真実に反する錯誤って呼ばれるもの、まあ、これは一般的に、まあ、ニアリーイコールになりますけど動機の錯誤っていうふうに昔から呼ばれてるやつなんですよ。でこの動機の錯誤については要件2もいるってことです。つまり重要なものであるっていうだけではなくて表示されていることが必要と、つまり動機の錯誤の場合にはこの表示が必要になると、まあ、結構すっきりするでしょ。そうすると、まあ、整理すると
結局言い間違い勘違い型の、錯誤と動機の錯誤に分かれてて、言い間違い勘違い型は、この重要なものならばいいと。でそして動機の錯誤になった場合には、重要なものであってかつ表示されていることが必要で、これはあの目次的なものでもいいとされています。つまりはっきりとそのこれが本物だから買いますみたいな、ね、このピカソの絵が本物だから買いますっていうふうに明示的に喋ってなくても、その立ち居振る舞いとか、例えばその要するに会話のやり取りから明らかにこの人は美術品で本物買いに来てるなって分かるような状態ならば、それは表示されてるというふうに言われてます。でこれを目次の動機表示って言います。あのなんか目次の表示っていうのがなんか矛盾する言葉なんだけど、そもそも論として、目次の表示っていうのもちょっと矛盾してる言葉ではあるんだけど、まあ、一般的にはその人の振る舞いとか言動から分かればいいと。つまりはっきりとそのもうなんかくださいっていうふうに、これ本物だから買いますわみたいなね、その絵は本物だから買いますよっていうふうにはっきりと言ってなくても、要するに振る舞いとか言動とか、まあそういったものですね、判断されるようなそういう目次的な動機の表示でも認められうるってことになります。で次にこれが原則です。つまり原則は取り消し OK なんです。原則は取り消すことができます。でただ例外がこれなんですよ。表意者に重過失あるときには、取り消すことができなくなる。この方がいいかな。でこれが例外です。例外で取り消しができないケース。でただ、さらに例外の例外があると。まあ重過失があったとしてもということです。重過失があったとしても、相手方が表意者が錯誤に陥ったことにつき悪意または重過失がある場合や共通錯誤に陥っている場合には、今度は例外の例外で取り消せると。あ、共通錯誤はそんな出ないと思うけどね。つまり表意者に重過失があったとしてもね、表意者に重過失があったとしても、相手方が、表意者の錯誤について悪意または重過失があるときには、例外の例外で、ごめんなさい。ということです。でどういう場合に、取り消しが認められるかみたいな話については、一応これでまあ大体条文整理できたので、まあ、ちょっと複雑ではありますけど、今日1回目だから条文しっかり読み込めるようにしておきましょう。でちなみにこのカッコ3にあたるところは次回の講義で扱っていきます。であとは最後に詐欺脅迫についても詳しくは次回やりますが、基本的にはここだけ押さえておきましょう、取り消し原因になりますよってことね、詐欺については、人を騙す行為、脅迫については脅かす行為、つまり騙されたら取り消します、脅かされたら取り消せますということができるということですね。でこれが一応取り消し原因にはなっているよということは、まあ、ちゃんと踏まえておきましょう。ただ最後に、ね、これでまあおしまいなんですが、脅迫について気をつけるときは漢字気をつけてください。これ強いです。一般的に刑法で脅迫罪というとこの漢字使うんですよね。力力力ってやつで書くんですが、民法ではこの脅迫の漢字使いませんので、一応この脅迫はね強いの方を使ってます。なのでこちらは条文引くときにしっかり見ておいていただければと思います。はい、で今日はまあ一応、いろんなことはやってみましたけれども、まあ、民法の意思表示のところは、まあ、とにかくまあ具体的なイメージを持ってもらうっていうところがまあ大切になりますので、まあ一応
戻りますと、レジュメで言うとね、まあ、ちょっと2ページ、3ページぐらい進んだ感じになりますが、まあ、特にあの重要な事項については、もうある程度もしっかりまとめているところなので、例えば復習する際には、まあ、とりあえず講義メモでやっているところで、その講義で触れているところね、講義で触れているところをまあ見たときに、まあ、自分の中でまあ説明できるかどうか、あとはまあ、講義の中でちょっと予備知識として書き込んでいるところがあると思うんですよ。まあ、そういうところを見たときに、まあ、自分の中でとりあえずまあ納得できているかなってところを確認して、でその時にまあ事例問題集をまあ言及しているところについては、まあ事例問題集のまあ具体的な事例と問題を確認していって、でそれでまあ最後に、ある程度頭に入ったなっていうところであれば、まあ、講義で扱ったところだけでいいですから、まあ、講義で扱ったところでまあチェックシートを見たときに、まあ、自分でまあスラスラ言えるかどうかという確認、まあ、その辺のところまでしておくとまあ万全だと思います。で、次回の講義ですけれども、次回は第2回の講義はこの意思表示について少しね、応用的なところを進めてから、今度は代理っていう話ですね、ちょうどなんか今日も110条の代理権の内容みたいな話がね、あ、代理、すみません、権限外の代理ってやつやりました。ちょうど110条で、権限外の代理行為というのを勉強しましたが、まあ、そこに見られるような代理っていうものはね、日常生活でもよく出てくるんですよね。まあ、A さんが自分でやらずに、まあ、B さんに対して何か法律行為をお願いして、で B さんが、代わりに A さんの代わりに代理人として法律行為を行って、その効果が A さんに帰属するといったような、まあ、この代理っていうものの規律っていうのを次回の講義は、扱っていくことにいたします。まずはね、あの知識面も含めて、初めて民法を勉強するっていう方が多いと思いますので、まあ、どういうふうな、法律なのかってことを、まあ、イメージして、それともあとはね、ある程度まあ細かいところとかでちょっと気になるところっていうのもまあ出てくるとは思うんだけれども、まずはその大きなところね、まあ、大きなの枠組みみたいなところをしっかり理解するのと、あと復習で一応出てきた条文は拾い読みっていうかな、あのするようにしておくとね、あの効果的だと思いますので、しっかりと復習していただければと思います。それでは、本日の入門講座、今日が民法の、本論編の1回目の講義は以上といたします。それではお疲れ様でした。